皆さんこんばんは、ワドです。2017年10月の22日、夜中の3時です。ペコちゃんまだ寝てないの？ 大丈夫？こんばんは。まだ起きてんの？もうすぐ寝ますが、ワドズ。おい、磯原の人、ワドズ。俺もまだ寝てないから。この枠終わったんで、まあ。おお、マッシュポテト、久しぶりじゃん。元気だった？仕事帰りだ。ザクロワード2。マッシュポテト元気だった？めちゃめちゃ久しぶりじゃない？仕事帰りだ。仕事遅いね。仕事遅いんだね、ソアラの人。うるせえよ、気違い。お前が俺に質問できる立場だと思ってんのかよ。一旦寝てたんだ。元気？俺元気だよ。元気元気。まあ、気違いは気違いの枠でコメント打てよ。お前はうちの放送に似合わないから、ザクロ君。君は俺の放送に向いてないよ。無理だよ。カソナムシとつるんでな。悪いね。夜の7時半から始まった。ああ、夜勤なんだ。あ、そっかそっか。お疲れっすね。で、昼間が逆に空いてる感じなんだ。元気っす、元気っす。僕は。何、なんか見れなかったの？それとも放送から離れてたの？ザクロ、俺はお前と慣れ合うつもりないからよ。雑魚同士つるんでろよ。傷の舐め合いでもしてろよ。お休みじゃねえよ。傷の舐め合いでもしてな。雑魚同士。一生うだつが上がんねえぞ。ああ、時間が合わなかったんだ。そっかそっか。マッシュポテトさん夜中だもんね。俺朝方やったもんね、最近。そっか。すれ違ってたんだね。俺の友達、選挙のバイト、1日で5時間で3万円もらって最高やって言ってた。ああ、まあまあ、政治家はそれくらい金払うよ。
共産党以外は 共産党以外はそれくらい金払いますよ。はい。共産党は絶対やらないけど。タバコね、2箱ぐらいになっちゃってて、ちょっと控えないとなと思ってるんだよね。1箱以上。山口組さん、初見さんいらっしゃい。控えないとなと思ってるんだよね、ちょっとね。共産党ケチっていうか、まあ思想と合わないんでしょ。共産主義だから、その金持ちも貧乏人も差別をなくそうっていう、そういう利権を生んじゃうじゃん。だから思想を行動する党だから、やらないでしょ。共産党は。ばらまかないよ。バイトでも。ばらまかないよ。ついつい吸いすぎちゃうね。ちょっと最近ひどいね。お、ゲイリーさんどうもどうも。ありがとうございます。お花火なんて。ありがとう。あの馬面ほんと気持ち悪いよね、和道さん。なんかあった？馬面はほんとに気持ち悪いよ。あ、最高のコメントありがとう。いや、馬面は気持ち悪いよ。そんな、なんかあったの？また。あれ、病気だよ、病気。あのね、俺、その、病気にもいろいろあるんだけど、精神疾患とネクラが 混ざると危険だっていうのは俺よくわかってるから、男で、その、ネクラで、重い精神疾患を患うと、混ぜるな危険状態になるっていうのはよくわかってるんですよ。もう典型的な例だね。こじらせたとか、アキラッパめくったとかなんとか配信してた。気持ち悪。ていうか、いつか捕まると思うよ、俺。あいつね、いつかね、やられるか、そう、誰かに訴えられるとか、あいつアホすぎるから、底抜けの。2チャンネラーを敵に回しちゃってさ。あ、もう 気持ち悪い またそんなこと言ってんの？病気でしょ、ただの病気。嘘。2チャンネラーに特定されたの、あいつが。あ、書かれたの？あれ、え、ちょっと待って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 、何？今まではなんか URL を飛ばされてたんだけど、今度は思いっきりもう住所も全部書かれて。何？あいつが晒されたってこと？馬が晒されてた。ざまあじゃしかも実家だから。実家済みだから。ん。実家済みなんだ。まあ、いつかうんことか届くんでしょ。いらないものとか、ギフトとか。ギフトとか警察とか殺到して親フラで引退させられるんでしょ。
笑うわ本当に。ざまあだよ。ギフトを届けよう。うん。アホだな、物資がいっぱい届くんだろうね。やり方がめめしいっつうかさ、そのなんつうんだろうな、やり方がめめしいっていうか、働けって感じだよな。俺あいつには言えるな、働けって。なん病気だよな本当に。あ、だからね、俺もうアリスが原因で、その女に振られたっつうかさ、そのもうね、歪んでるよね本当に。あ、田舎から出てこれないか、田舎から、いやもうあれは病気だよな完全に。いや、ああいうのがね、犯罪を犯すんですよ、その凶悪な。もう病院に連れ込んだ方がいいと思うよ本気で、冗談じゃなくて。お父さんに電話しよう。お父さんに電話しよう。パピーに。病気だよ病気。お前ほどじゃねえ、歪んでるサイコパスは。なんか出てきたよまた。あ、そうですか。素直なジーヤさんね、あの今すぐあなたに必要なものは鏡ですね。曇ってなくて歪んでない鏡を購入することをお勧めします。ぜひね、その鏡をね購入したら、自分の真正面に置いて、自分と目を合わせてね会話をしてください。何かが見えてくると信じてますよ。ワドアンチの質の悪さっていうか、もう病気感は有名だから、ね。爆走が金杯面会一番だったの知ってますか。ハトみたいなコメントすいません。知ってますね。僕とヒカルくん実はあの日行こうと思ってて、警察署にもうあのとある人と合流して3人で電話かけたんですけど、で、あのもう面会決まってますって言われて、誰だろうってなったんで、で、まあいろいろ、あ、弁護さんかな、やっちょかなとか、誰かなって言ってたんだけど、まあ誰かが言ってるっていうのは僕は把握してます。その僕は行こうとしたんで、で、つばにゃんが言ったかどうかはわからないです。まあでもね、俺ね、その今回の件ね、もしつばにゃんが金梅さんの面会に行ったとしたらだよ、仮にだよ、俺絵描いたのツバニャンなんじゃないかって思うよね。多分ね、金梅さんとより戻したくてああいうことやったんじゃないかって思うんだよね。すげえ頭いいから、バクソ、そういう、頭がいいとちゃうんだよな。そう、なんかこう、なんつうの、人を揺さ、な、たぶらかす、ありとあらゆる手段を使ってくる女じゃん。ザ女じゃん。だからね、そのタマとわざと喧嘩させてみたいな入れ知恵を、なんか絵を描いたような気がするね。シナリオはツバニャンが描いたんじゃないかって。いや、その線あるでしょ、その数字あると思うよ。あのもう本当の女だから、ザ女だから、金梅さんと自分がより戻したいんでしょ。頭いいよあの人。リスナーも手玉にぐる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 手玉に取られてるじゃん。言ったらしいんだ、じゃあまあ金梅さんとより戻したくて爆走が描いた絵だろうな、確定でしょ。古典的なやり方だけど、弱った男にすり寄ってくるっていう、悪い女だな。まあ頭はいいわな、狡猾だよ。なるほどね。でもね、あのもうね、金梅さんの女のネタは小梅は見たくないんだと思うよ。
多分キチガイの金梅さんに戻ってほしいんだよ。もう女ネタうんざりしてるんだよ多分。正直そうでしょ、金梅さん好きな人は。もう誰とも付き合ってほしくないんだよ。だけど金梅さんもその頭いいから、その見たくないものを見せることによって もうなんかもう、だから金梅さんの放送もカオスだよ本当に。それこそカオスでしょ。もうなんかもうぐっちゃぐちゃなんだよ。リスナーの思惑とか、その取り巻きとか、もう全部が全部ぐちゃぐちゃなんだよ。さとみが良かった。ああ、まあまあ、さとみさん常識人だからな、あの人。さとみさんは常識あるんだ。さとみさん多分金梅さんの魅力なんだろうね。本当女を惚れさせる天才だよね。さとみさんもガチ、妻にはもうガチ、タマもガチでしょ。何なのこれ。 金梅さんの魅力って何なんだろうね。ああ、炭水化物食わないでさ、タンパク質ばっかり食ってるから、うんこがくせえ。ケトン体が出てる。体臭が臭い。相当痩せたでしょ。6日目だけど。今体重何キロなんだろうな。多分3キロぐらいは落ちてると思うんだよな。もうだんだん腹が減らなくなってきたもん。低血糖症になってるもん、最近。腹だいぶへこんだよ。カオスとかちょうどいいぐらい。結構痩せたの分かるんじゃないの。ちょうど6日前から始めて、今日が1週間目とかだから、だいぶ、まあ、それでもデブだけど、1週間前に比べたらだいぶ減ったの分かるはずなんだよね。つまめなくなってきたもん。いや、2、3キロ落ちてるよ。牝馬のセンター分け気持ち悪い。まあ、減ったは減ったけどね。まあ、もちろんの残ってるのは分かるよ。元が75キロだから。元が75だから結構重いからね。まあカオス痩せ型だからな。まあデブの気持ちはわかんない。太ったことないやつにはね、太ってるやつの気持ちはわかんない。分かり合えない。俺があり、わかる。それは見たらわかる。わかるよ。でもカオスいい顔してるよな。カオスはイケメンだと思うわ。画面がね、ワイドになってるんじゃない。これが俺のテクニックなんだよ。画面だけじゃなくて色彩も変えてんの。で、さすがカオスだよね。気づいたか。これね、映画の視覚効果でよく使われてるんだけど、この比率を変えてあんの。ワイドになってるんじゃなくて削ってるの、逆に。で、これの視覚効果すごいの。こっちの方が狭く感じるでしょ。そう、映画みたいな色っつうか、俺が好きな色彩に変えたの。要は昔の映画みたいなやつで、映画と同じ画面の比率に変えたのよ。で、この効果をリスナーさんが知ってて、俺は好きな絵作りでこういうの遊んでたらたまたまこの絵になったんだけど、これ映画のそのサイズなんだけど、なんでこれをこういうふうに絞るかっていうと、見やすくなる。横に広がって見えるかっていうと、焦点が絞り込まれてるんだって。
いいでしょ。だから情報量を削ってるはずなのに大きく見せることができる。人間の目が見やすくなるようになってるんだって。秋の空さんはコツいいよね。そうだからその古い映画の感じ、うん、見やすくなったでしょ。だから不思議だよね。情報量は多ければいいってわけじゃなくて、自分の感覚でやったんだけど、これを結論、そのなんかミュージックビデオとか今では CM とかもこの技法取り入れてるらしいね。こんばんは、リコさん。セピア色ではないんだけどね。そう、要は北のブルーっていうのあるじゃん、あれの逆でオレンジ色を追加してんの。そう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 、余計なインフォメーション入ってこない。いや、情報を削ることによって、なんつうんだろう。だから不思議だよな。情報量的データ量は減ってるのに、情報量は多く見えるって。あ、改善できたよ。あのね、原因はね、俺だった。俺のね、パソコンの CPU。バックグラウンドで、いろんなもんが動きまくってた。この色は朱色ですか？ね、ニッシーさんね、この色は、ちょっとじゃあテストでいじろうか。一個一個コメントさばいていくから待ってね。簡単に言うと、なんて言ったらいいのかな。おい、ハートありがとう。これ難しいんだけど、一個簡単なこと言うね。複雑に組み込んであるから。例えば、セッティング変えんのやだな。いや、やっぱやめよう。セッティング変えたくないからあれなんだけど、フィルター、要はカメラのレンズにフィルターをデジタルでかけてるようなものなんだけど、みんなのイメージしやすいのはカメラのレンズがあるでしょ。あそこに青い色を入れるか黄色い色を入れるかっていう二択があるの。デジタルの処理するとき。で、セピアではないのね。セピアだったら色がわかん、オレンジとか認識ができないから。簡単に言うと、いつもよりも実はこれ情報を劣化させてるんですよ。情報を劣化させてんの。簡単に言うとね、俺の写真をいじるとき、フォトショップの技術なんだけど、本来だったらそこにある棚とかが全部見えてたはずなの。わかる？そこにある棚とか余計な情報が見えてたんだ。影を作って、ここに光を作ってんの。これはライト。で、要は光が当たってるところは強く出て、暗いところは削れるように作ってんの。だから、そのコントラストって言うんだけど、被写体の俺とかが、目立つように作ってんの。実はこれ情報を劣化させてるんです。うん。そう。だから見やすい。俺はこういうのが好きだ。で、ブルーよりもあったかみがある色が好きだから、昔の映画っぽいっていうか、作りが。そう、コントラストきつめにするのが好きなの、俺は。和道さんだけだよね。他人のこと話題にしないで、配信は自分の配信してるからすごい。そのね、究極系が俺、永井先生だと思ってるのね。あのね、俺正直言って、閲覧を取るために、人のことを話題にするのは、俺、恥だと思ってるの。正直。でも正解なんだよ。正解なんだけれども、それはダサいことだっていうか、その、何にもならないっていう。もう俺は、なんつうんだろう。とことんリスナーさんと向き合う作業だと思ってるから。自分とリスナーさんと向き合う作業。で、言ってることはともかくとして、桜井誠さんでいるじゃん、政治関係の配信、しばき隊とやり合ってる。あの人がさ、じゃあ、金梅さんの話題あげるかって言ったらあげないじゃん。俺はね、なんかね、そういう自分を持ってて、例えば、Qちゃん牧師とか、ああいう人が好きなのよ。俗に言う、みどりさんとか、うなちゃんマンとか、よっさんとか、あの辺の、なんか、慣れ合いではないんだけど、その、もうお約束のプロレスが大嫌いなのね。正直言うと。だから香川さんとかもそうだと思うけど、ピンでやってくでしょ。あれが本来の放送なんだよ。で、たまーにコラボするからいいんだよ。たまーに、この人とこの人がやるのっていうサプライズが、そのリスナーさんからするとワクワクするんだよ。俺はそれが究極系だと思う。ホームページね、作ってるんだけどね、下手っすね。そう、誰が、どうだ、ああだ、こうだ。要はね、もう、なんて言うんだろう。俺からすると、どうでもいい情報なんだよね、そういうのって。
どうでもいい、本当にどうでもいいことだと思ってて、極端な話もう配信見ないし、ほとんど。長井先生って働いてるの？知らなかった。配信一本だと思ってた。公文とことかは知らない。それすら知らない、俺は。何言ってるか全然わかんない。 なんかね、そうね、まず俺らって人が最も大事な時間を食う商売なの。俺らは実はね、金よりも重たいものをリスナーさんから奪ってるんだよ。その自覚が足りないんだよ、みんな。リスナーも含めて。金よりも重たい時間をもらってるのね。ものすごい貴重なんだよ、これって。だって100人の1分って100分だぜ。俺、人の時間食いながら生きてんのよ。すげえ責任があると思ってて。で、なんて言うんだろうな。その誰がどうしたとか、こうしたとかって本当に知りたいのっていう。実際、ワイドになってないよ。なってないです。なってないです。証明しようか、いくよ。なってないでしょ。要は、そういう視覚効果なの、ビリさん。今、分かったでしょ？削ってるの。削ってるんですよ。分かったでしょ、ほら。だからワイドに見えんの。これが目の錯覚と脳の誤爆なんだよ。ワイドに見えるようじゃないのよ。削ってるの。今、だって手作りで削ったの見たでしょ？近かったでしょ？ビリーさん。違うんですよ。上下撮ってもワイドに、本来のワイドの使い方はカメラの広角率なの。だから、上下を削ったっていう表現が正しい。だから、逆に言うと映画の手法ではないの、これは。映画はワイドのカメラで撮ってるの。レンズを強制的に。だから映像綺麗なの。俺の場合は情報を削ってるの。で、その映画感を出してるだけなの。だからそのね、画素数とかで言うと分かりやすいんだけど、画素的には削ってるだけだから、情報削ってるだけ、上下切ってるだけじゃないんだよ。 ヘッドホンつけてなければでしょ。いや、ヘッドホンつけてなければ、例えばやる、こうね、拳銃とかあってね、こうカシャッつってね。そうそう。 だからまあ、映画監督、映画を撮りたいよね。カオスなんかこういうの似合うと思うよ。まあ、カオスは結構コントラストいじったりね、画面いじってるのは知ってるから。魚眼使ったりね、いろいろやってるよね、カメラ遊びは。実はその映像好きなの知ってる。結構こだわってるよ。 ワイドに撮ること、だから撮るって難しくて、例えばね、カメラをズームするのと、カメラ自体をズームするのと、こう、カメラを近づけるのって実は同じように見えるんだよ。同じように見えるけど、実は違うんだよ、技法。それに似てるかもしれない。カメラをズームさせるのと、レールに乗っかってグーってやる。動きを一緒に、動きのスピードやったら、理論上同じ映像が撮れるはずじゃん。でも違うんだよ。そう。魚眼と照明、あ、部屋照明だけなんだ。iPhone でやってんだ。できて当然ができてないんだよな、最近はな。最近カメラにこだわってる配信者少ないよ、ほんと。悲しいけど。だこういう文化も廃れてくんだよな、だんだん。みんなスマホだもん、お手軽で。鼻がおかしいな。ああ、スマホだけでやってるんだ、あれ。いや、わかんない。だから鼻が壊れた。作品的な要素あってもいいと思うんだけどね。俺もそう思うわ。
これもあってもいいんじゃないかなと思ってて。風邪ひいたわけじゃないと思う、多分ね、花粉症的な鼻の壊れ方だね、これ。鼻炎が作動したの、俺の鼻炎センターが。ウナも昔は配信設備を誇ってた気がするけど、今は関係ないしって感じだ。いやいや、もう完成したんだよ。あのね、俺もそうなんだよ。その配信者の中で理想系の頭があるの。あの人はもうとっくにクリアしただけだよ。ある程度揃えると、その先がないんだよね、配信って。俺もカメラもパソコンもバッテリーもオーディオインターフェース、ヘッドホン、あとマイクぐらいかな、こだわるとしたら。ブロックですね。今関係ないしっていうよりも、もう環境が整ったんでしょ。野鳥もちょっと違うけど、アングルのこだわりすごい持ってるしね。あ、野鳥はすごいよ。だってね、野鳥と会うと機材がどうのこうのって、まず一発目。ワード何使ってる配信サイト、ビットレートどれくらい、出力どれくらいでキープして、画面のアスペクト比どれくらいって、もう専門的な会話ばっかり。要は機材オタクだから、俺と野鳥が。で、野鳥はいつも何使ってるとか、最近なんかどうとか、コメビュー何がいいとか、そんな会話ばっかりだ。そんな会話ばっかり。そんな会話ばっかりですね。だから意識高いんでしょ、配信に対する。ごめん、山口組さん、そういうのをニコ生でやって。申し訳ないけど、ニコ生だったらブロック入れないんで。めんどくさいっす。申し訳ないっす。今日さ、コンサトシのさ、妄想代理人、やっと初めて最後まで見たの。意味わけわかめだったね。めんどくせえな、こいつ。ああ、そうだね。ちゃんと見せるように今整えてんだけど、ここが綺麗になったらかっこいいよね。汚くするか超綺麗にするか、二択しかねえかんな、俺の場合。ああ、でもやっぱ映画撮りたいなあ、いつか。夕方、あきらっぱだね。あきらっぱ。映画撮りたかったっつうか、今でも撮りたいよ。頭の中でずっと構想はあって。要は、自撮りの映画？あのね、それが難しいんだけど、映画ね、映画、その作ろうと思うと制約が大きいのとかがよく分かってくるの。いざ撮ろうと思ったら。
でもその中でみんなやってるんだよね。あ、それはね、問題じゃないの。簡単に言うとね、配役なんだよ。俺が今すごい困ってんの。で、前にも話したことあると思うけど、俺カオス主人公で撮りたい。のんちゃんとも話してんのよ、結構。で、今、その撮りたい、その映像の、その、任せるんだったら、俺カオスで撮りたいっていうのはあるのよ。だけど、例えば、シナリオを書いて5人登場させるとするんだ。最低でも3人、4人はいないと映画って成り立たないんだよ。そう。でもね、結局権利の問題であったりとか、やっぱり消してくれとか言われてもさ、強制力がないわけじゃん。だからね、難しいんだよね。今、だから考えてんのも、一人で全役やるとか、もうイラストで描いちゃうとか、要はね、もう一個ラフを作っちゃおうと思ってんの、俺は。で、誰かが完成してくれりゃいいやと思って。極端な話、パッて棒人形を描いて、このシーンは人がいないからっていうことで、当て振りでやるとかさ。それでも面白いかなとは思ってる。一人で全部やっちゃうっていう。カメラとか編集とか監督を自分でやるのは全然構わないの。ただ、その人を使わないといけないっていうのがすごい壁なんだよね、自分の中で。難しいよ、やっぱり。例えば、衣装を簡単に言ったら T シャツの色を変えて役が変わってますよっていうのを伝えて、全部自分でやるとか。でもね、それだとやっぱり入り込めないんだよね。ケモさんお疲れっす。難しいよ、映像は。ベッドシーン自分一人でやることになるから、やっぱり俺の映画エロスはね、重要だから。そうね、その俺が音とか映像とか頭で浮かんでるものをいくら言葉で言ったところで伝わらないっていう、その言語の限界っていうのを俺は誰よりも分かってると思うの。言語の限界と言語の可能性については俺は、それが仕事だから。ただね、映像はもう見せた方が早いのよ。で、バカな人にいくらこうだよって情景を伝えても勝手に解釈されるからダメなんだよ。わかる？その意味。言葉にはスリットがあるんだよ。言葉にはスリットがある。限界がある。だから伝えたいことっていうのはもう絵で描くとか音にするとかしかないんだよね。で、俺にしかできないことは技術であるの。その頭の中に。で、誰もやってないんだよ、世界中で。もうね、俺しかいないんだよ。分かってるの。俺しかいないの。その技法というか、その技術は、要はね、現実をトレースするんだよ。俺の拙い言葉で言うなら、現実をトレースするんだよ。で、ツイッターにも少し書いたんだけど、俺はクリエイターじゃないから0から1は作れない。でもね、100を70にすることができる、俺は。それが得意なの。要はね、あ、0と1で説明したから0と1に戻そうとするなら、0から1を作るのはクリエイターなの。でも俺はね、100を、あ、1を0.7に変えることができるの。1を0.7に変えるのが得意なの。意味がわかんないでしょ、言ってる意味が。どういうことかっていうと、1を0.7に変えるっていうのはさ、普通ダメなことだって思うかもしれないけど、こういうことなんだよ。ちょっと待ってね。例えばだよ。1個の例えなんだけど、1個の例えね。これが100だとしよう。1個の例えで言うけど。これが100でしょ。
これが100年。やっぱね、言葉って限界があるんだよ。見せた方が早いっていうのはこういうことだから。これが100だとしよう。 OK。 これが100、これが100の世界ね。 OK。 ここまで。これが100の世界。 OK。 これが100の世界。俺はこれを70に変えることができるんだよ。わかる？これが100の世界ね。これが100。これを70に変える。これが俺の言ってる減ってるんだよ。その音でもそうなんだし、映像でもそうなんだけど、その何て言うのかな、難しいんだよ、それを例えるのって。それはね、できるっていうか、それを写真で今例えただけなんだけど、映像としてそれをもっとできるの、俺が。で、そこには何があるかっていうと、そこが誰もやってないことなんだよ。それがね、その現実と虚像なんだよ。現実と虚像。例え方が失敗してないよ。お前が突っかかってきてるだけだよ。要は俺の言ってることは君は理解できないってことね。ローファイな感じっていう、そういうことじゃないの。簡単に言うとね、映画ピンポン。まあ、アニメ版の映画ピンポンはそれをやってるね。だってそれをアニメでやってるの。技術は。それを俺は実写でできるっていうことを言ってんの。そこにどんどん近づけていってんの。で、感性のいいやつは気づいてる。感性の悪いやつは何言ってもバカは気づかない。じゃあそれを利用してみる、見る側の撮り方で何個ものストーリーにしてかうまくリードして、簡単に言うとなんだけど、簡単に言うとだよ、これを実写化したいんだよ俺は。意味が分かんないでしょ。要はね、そのリアルな世界をモーションピクチャーでアニメーションにしたいの。それの、その、それは実際に可能なんだよ。要はね、クリエイターは、その、ゼロからそれ、要はリアルなものを頭の中に入れて、その、技法としてデフォルメしていくわけじゃん。だけど、それを、俺は、技術でできると思ってんね、今の。いや、もちろん分かってるけど。要は、言ってる意味分かるかな？漫画とかアニメーションっていうのは、そう、脳内でデフォルメして変換してやるんだよ。で、俺一番そのゲームが分かりやすいと思ってて、ゼロからその作っていくわけじゃん。そこに、その、いかにリアルに近づけるかっていう勝負になっちゃってると思ってんの。逆なんだよ。そう、リアルより綺麗になっちゃってんのよ、今。で、逆なの。リアルに、その、リアルを落とし込んで、いらない情報を劣化させた方が強いっていうのが俺の考えの。それは映像的な問題ね、今度は。その、絵的な問題。絵的な問題。要はね、リアルコミックをやりたいの、俺。リアルコミック。その、コミックのリアル版じゃないの。そういうこと、そういうこと。要はね、そのランシドの PV でもそうだけど、昔のクリエイターが結構それやってるんだよ。バランスが難しいの。そこにずっとトライしてて、結構ね、ツイキャスじゃなくてニコ生の後半にそれやってたんだよね。で、惜しいところまで行ったんだよ。
おー、いたばばお疲れー。寝る前にご挨拶。律儀だね。いいのにそんな気使わなくて。ありがとう。突っかかってくんのめんどくせえわ、秋の空。ごめん。お前のコメントめんどくせえ。絡んでてイライラする。ちょっと配慮して。めんどくせえわ、お前のコメント。悪いね。めんどくさいの嫌いだから。いや、俺も悪かったねじゃなくて、俺めんどくせえやつ嫌いだから悪いね。バカプレゼントありがとう。話の腰折るやつ嫌いなんだよ俺。和道さん、今日は寝るので配信者見れませんが応援してます。最後配信まで頑張ってください。前日は失礼して。いやいやいや、謝んないで。俺板場バーのこと好きだから。嫌いな人は嫌いって言うから、俺。お前と絡みたくねえわとか、お前嫌いだわとか。もう普通に別に板場バー最初から嫌いじゃないし、全然謝んないで。やめてやめて、そういうの。普通に、普通にしてください。マミヤさんおはよう。風船さんこんばんみ。普通に行きましょう、気楽に。死んだよ。疲れた？何が？月曜日どうだろうな。ちょっと考えるかな。おやすみなさい。ああ、いえいえ、みんな分かってるから、うちのリスナーさんは。うちのリスナーさん分かってるから大丈夫だよ。ゆっくり休んでください。おやすみなさい。たまちゃんは出てるね。俺らの感覚だと。絶対、そのシャバに出てる。板場バーは、板場バーは、精神疾患は持ってるんだけど、IQ 異常に高い。怒ってるから何言ってるか分かんなかったり、誤解受けやすかったりするだけなんだけど、頭は相当いいよ、この人。そこにね、気づいてる人は気づいてるんだけど、自撮りできるように。なんで自撮り。
板場バーはネーミングから己を表してる。板場バーね、なんか誤解を受けてるよな。めちゃめちゃ頭いい、あの人。言ってることが理路整然としてるもんね。全然違う、全然違う。たまたま、炎上してて、なんか助けにならないかなと思って割って入っちゃったんだけど、それがかえって迷惑になっちゃって。もともと古くて、人気のある配信者だけど、最近やってなかったんだよね。そう、最近復活したのかな。倉庫借りたいよね。わかるわ。すげえわかる。倉庫借りたい。わかるよ。倉庫借りたい。だからね、一回そのさっきの続きなんだけど、難しいよな。何なの、さっきからうるせえんだけど。何、生命保険って何なの。めんどくせえわお前ら。かけるわけねえだろうがよ。くだらねえな。どこ情報だよ。2ちゃんとかなんとかだろ。もうくだらねえよおめえらの生き方、クソだせ。かけるわけねえだろうがよ。お前らとちげえんだよ。バカなんじゃねえのか、本当に。頭湧いてんだろ。ああ、クズが。お前さ、人間として自分がどんな発言してんのか、てめえのコメント読んでみろよ。クズがよ。おい、クズが。てめえの顔見てこい、今すぐ鏡に行って、洗面台に行ってよ。クズだよ、てめえらは。だからリアルで居場所もねえんだよ。クズだから。てめえが言ってどんな顔してどんなコメントしてるか見てみろ。鏡の前で。クソが。死ねばいい、本当に。おめえらみてえなクズは。死ねばいいよ。心の底から思うよ。クズだよ、てめえは。死ね。生まれてきて価値なんかねえんだ、てめえには。居場所もねえ。女もいねえ。家庭もいねえ。大切なものをいいね。だからそんなクズな発言ができんだよ。死ねえよ。よくそんな人間じゃないようなこと言えるな。クズだよ、てめえは。冗談も休み休み言え、ほんとに。バカが。高いよ。倉庫は高いっしょ。まあでもガレージ暮らしは男の憧れだよね。男の憧れ。わかるよ。俺もね、倉庫借りようかなと思ってんだよね。死ねえで当たり前だろ、こんなの。人間のクズだろ。死んだ方がいいと思ってるわ。通報でも何でもしろ、バカが。港？港の倉庫に住みたいの。赤レンガみたいな。横浜の。芝浦とか。
芝浦ってどこだ、わかんねえな。あ、車なかったら無理なんだ。芝浦ってどこ、トレーラーハウスね。エミネムの8マイルとかね、いいよね、うん、まあ日本じゃ見ないでしょ。でも成田にトレーラーハウスじゃないけど倉庫みたいな、なんか100人乗っても大丈夫みたいなガラガラってあるじゃん。ああいう家とかあったよ、友達が。庭が広いから、いや部屋作ってもらったわっつって、うん、あ、東京湾の埋め立て地なんだ、へえ。わかんねえな、芝浦、うん、稲葉物置みたいなのに電線引っ張ってきて無理やり部屋にしてたよ、俺の友達とか、うん、60万ぐらいで作ってもらったって言ってた。その庭に作ってもらって、自分の部屋、ベッド置いて電気引いて、うん、成田はね、風呂は普通の家入って1日に2食かな。今プレハブとはちょっと違うんじゃないか、本当に稲葉物置を改造した感じ、でっかいやつ、離れみたいな感じ、そう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 、うん、エアストリームってあの膨らませる丸い風船のやつだっけ、ちょっとわかんねえな。っていうかさ、そもそもさ、その土地に値段がついてる意味が分かんなくて、俺は土地に値段をつけてる意味が全然分かんなくて、で何なのかなっていう、その誰が何で所有してるんだっていう、地球を所有するっていう感覚がよく分かんない、うん、なんでその地球に住ませてもらってる俺らでこんだけ土地が余ってて、くだらない、なんか土地に金がかかってることで生まれるものって俺一つもないと思ってる。すごく無駄だよね。電車みたいな形してるトレーラーハウス、雨漏りすんだ。あのさ、頭湧いてるやつら俺の放送いらないから消えて、申し訳ないけど他行って、うん、別にお前らに話すことなんか何もないし、うん、消えてくれ、うん、俺お前らと関わると気分悪いだけだから、うん、お前らと関わってんの気分悪いだけだから消えてくれ、悪いけど。土地の所有で言ったらちょい前月の土地、あ、俺友達の誕生日プレゼントに買ったよ、うん、あの権利書ね、うん、俺友達のプレゼントには買ったわ、うん、証拠を出せよ、俺が保険金かけてるっていう証拠を出せよ。お前が言ってんのはただの誹謗中傷で、事実無根のことを広めてんだよ、お前らはクズだから。証拠を出したから言えよ。お前らアンチが証拠出せたこと一回もねえだろ。出せよ、今すぐ。嘘で人のこと叩いて、傷つけて。バカじゃねえの、お前ら。嘘の情報に振り回されて、かっこ悪い。リアルで生きろよ。くだらねえから。知ってる知ってる、火星もって同じ会社がやってるよ。火星も月も同じ会社がやってる。なんでおめえらのくだらねえ質問に俺が答えねえといけねえんだよ。何の権利があんだよ、お前らに。俺お前らと関係ねえから。2ちゃんでもどこでもタヌキでもどこでも行け。くだらねえ会話したくねえんだわ。今話しく、楽しく話してんだわ。うちのファンと。消えてくれ。悪いね。友達にプレゼントした。月の民の居住地区じゃないといいな。逆にどうなんだろうね、月本当に住むのかね、プロジェクト。あれ火星じゃなかったっけ、月だっけ、移住計画あるよね。
頭空いてんな。いやだから証拠を出して物を語れよ。ソースはどこだよ。お得意の2チャンネルか。恥ずかしいな。いくつだよお前。会社じゃクビだよ。ソースはなんだよって。情報源どこだ。2チャンネルですって。頭空いてんのかお前。バカすぎるだろ。どこにそんな証拠あんだよ。言えよ、うん、タヌキだの2ちゃんだの。社会で相手にされねえよそんなの。バカが。はいはい、5チャンネルね。はいはい、さよなら。何チャンネルでもいいわ、帰れ。一生やってろ。移住計画火星か。うん、なんだっけ、リアルアイアンマン、よく陰謀論に引用される人ね。なんとかモータースじゃなかったっけ。5チャンネルに名前変わったんだ今。しつこい。誰も興味ねえからお前の話。しつこい。テスラモーターズだ。テスラモーターのイーロン・マスクか。ダメだ最近ね、情報頭でパッて物覚えが出てこなくなってんだよね。本読まなかったり新しい情報に触れてないから。もうボケがひどい、もどかしい自分で。テスラモーターズのイーロン・マスクだ、うん、ダメだね。頭はもうどんどんボケてくね。使わないとダメだわ。火星に人が住む、火星に人が住むな、俺も最近パッと出ないんだよな。なんかさっきの記憶力向上につながるためのニュース見てたのにもう思い出すね。情報がねどんどんダメになってくね。 AV 女優とか名前どんどん忘れてくもんね。AV 女優の名前忘れる現象に名前つけた方がいいよね、もう。何それ。このサイト使えるの。ちなみに嫌よでも嫌よになるようになったから184でも大丈夫だよ。テストしてみて184でもちゃんとシークレットにできるから、いやー一番差し支えあるでしょう。日常生活に支障をきたすでしょう、差し支えありすぎるよ。他人の言葉で振り回されてるのに気づかないんだね、アンチの人は。いや本当にかわいそうだよ。本当に惨め。本当にかわいそう、こいつらは。自覚がないんだもん。あ、184、半角だわ、ごめん。ごめん、半角だわ。はい、OK じゃないわ。全部にさらしてるわ。なんかのサイトを、なんかにさらしてるわ。AV 女優すぐ忘れるから、おっと思った女優はメモるか、初めから記憶しないようにしてる。でも俺本当に思うんだけど、なんかもう正直ジャスラックみたいな会社ができてほしいの。映像にも二次利用とかに対して管理する会社、ジャスラック叩かれてるけど、俺あれは社会にとって必要なシステムだと思ってて、なんだろう、映像の二次利用であったりとかね、版権をもうちょっと緩くしてほしいんだよね。金払うっていう形でもいいし、権利の分配がうまくいってないんだよ、ネットは。だから例えば映画が見たいとかさ、アニメが見たいって、このタイトルを検索してどっかで買えるとか、どっかで見れる、レンタルできる仕組みが欲しい。
なんかサイトが乱立してて、どこのサイト登録しないといけないとか嫌で、もう正直 YouTube に全部アップロードして、1個レンタル300円なの、1000円なの、設定してくれた方が本当にいいね。ブルさん、アイテムありがとう。カメさんも、アイテムありがとう。ごめんね、ちょっと今日機嫌悪いけど。X ビデオか。有料。いや、無料サイトは無料サイトでやっててほしいんだけど、そう、商業的にもう、要は、有料で登録、正直、おすすめの女優だから名前が出てこないから困ってんだよ。でもね、おすすめの女優って結局好きな顔のタイプの女を言うだけだから、あんまり意味がないと思ってる。俺はこういう顔の女が好きだっていうだけの話でしょ。X ビデオね、わかんない。別に無修正がいいとは思わない。なんでもいい。でも可愛い AV 女優でオナニーするよりさ、なんだろう、普通に恋愛してセックスした方が100万倍いいよね。くしゃみをミュートはもう癖だね。鼻かんだりくしゃみを。やっぱりそこはね、鼻炎持ちだから、そのために買ったようなもんだよ、これ。照明&フィルターだね。フィルター2か、コントラストとか、まあまあフィルターだね。映像の色調をちょっといじってて、自分の好きな色合いに変えたいの。フィルタープラス照明。落ち着くよね。俺もこういうのが好きなんだよね。なんか映画のさ、古い映画の冒頭のシーンとか。インディ・ジョーンズとかこんな感じで始まるじゃん。こういう世界観が好きなんだよ。昭和の色だよね。見せ方こだわってるっていうか、だからもう配信者じゃない、ないんじゃない？俺は。やっぱり映画が撮りたいんだ。だから配信的なあんまり面白いことってピンとこないんだ。正直言うと。すげえくだらない世界だと思ってるから。正直別にいいんだよ、数字取れなくて。俺に共感してくれる人がこれだけいるんだから、俺は幸せもんだよ。いや、無理だね。カメラだけじゃ無理。あ、照明だけじゃ無理か。照明だけでは無理。奥のコントラストが影がかかりすぎてんだよ。宮崎あや、宮崎あや、女の子が AV 女優いいっていう、この子、まあ、照明でもフィルターでも何でもいいんだよ。自分の好きな世界が表現できたら。
いや、検索しちゃうよね、やっぱり。ありがとうね、プリコさん。こんばんは。なんなら鼻水今日止まんねえな。気圧でも変わったのかな。秋の花粉かな。今日やばいね。ゴクッと落ちる。ゴクッと落ちんの。マイクここにあるからね。ピンマイクだからね。ピンマイクだからね。ゴクッって言うんだ。でも山口莉子は俺女優として AV 女優としてレベル高いなって改めて思ったよ。山口莉子はなんか AV 女優としてレベル高いなと思って、すごかったね。偏見だったね。 AV だろ、あのもともと AKB だろと思ったけど、まあまあ、アイドルやってただけあるなと思ったけど、アホの作品いいよね。あの子は全然いいよ。まあまあ、いや、みんないろいろあるでしょ。だって好き好んで AV やりたい子って珍しくない？いなくない？そんな子。AV とか風俗やる子ってピュアな子多いんだよね。だから騙されちゃうんでしょ。自らなりたいっていう子はいないでしょ。わかんないけど。いるのかな。動画で見ると可愛い子いる。いる。画像で見るより動画で見たら可愛い子いる。でも会いたかった、会いたかったっていう歌あるじゃん。イエス、キーミーニーってやつなんじゃん。あれに山口いる、リコいるとドキッとするよね。たまにいるけどね。やっぱ、たまにいるけど。たまにいるよ。でもまあ、奇跡だよね。
あかねほたるか。まあプロだったよな。あかねほたるかっこよかったよね。女で AV 好きって聞きますか？いや全然聞かないね。てか女の人も見るでしょ。あんまり聞かないですね。いい趣味だと思いますよ。いい趣味だと思います。すごい可愛かった。 面白い。ダメだ、鼻がバカになってダメだ。雑談たぬきって生きたもんじゃんか、集まりだよね。ていうか、俺は、本気で思うんだけど、なんていうの、それを本気にしてるやつ、なんつうんだろう、俺ね、情報っていつも言うんだけど、何を書いてあるかより誰が言ってるかの方が重要じゃん。情報ってそうなんだよ。どんな人がどう発言してるのかが重要であって。で、誰が発言してるかもわかんない。どこの誰かもわかんない。嘘かもしれない。それをまともだと、真実だと思ってるやつはパッパラパーだよ。そう思わない。誰が書いてるか嘘かもしれない。っていうか、ほとんど嘘だろうね。それをさ、読んでさ、本気だと思ってるやつ頭おかしいよ。バカだよ、正直。バカだよ。パッパラパーでしょ。そんなことをしても何の影響もないよ、俺には。何の影響もない。関わらないだけだから、俺からすると。関わっても意味ねえんだから。な、足の引っ張り合いしてるやつない。どうせ社会でもうだつ上がんねえんだから、そういうやつは。でしょ？うだつ上がると思う。2チャンネルの情報だの、噂だの信じてるやつが。だから女の子向けの AV って言って、男優イケメンの AV ってあるよ。女性の監督が撮ってて。すごい綺麗だよ。女性向けの AV は。抜けるとかじゃなくてね、もうすごいの。ささやきとか。ちょっと白いぼかしが入ってんの、なんかふわーっと。すごい太陽の日差しとか、すごいんだよ。明るいの。まあ、鵜呑みだし、考えることを放棄してるんだろうね。あ、可愛い女の子を見たいんだ。レズビアンではないの。レズっ気があるんじゃないのかな。バイセクシャルとか。それとはまた別なのかな。花火ありがとう。あかねほたるを見てた男性のエッチは上手な人が多い。知らないわ、それは。
花火ありがとう。で、それはカルンさんがたまたまエッチうまいなこの人っていう人が茜蛍好きだっただけなんじゃないの？興味、違うんだ。でも女の人でいるよね、可愛い女の子好きな人って。レズではないけどって。茜蛍を見てた男性のはエッチがうまいっつうのはもう完全に B 型の男はわがままとかそういう話に聞こえんだけど もっとそれよりもひどい話みたいな。さくらまなを好きな男はろくでもないとかさ。あ、茜蛍はそうだよね。抜けるかどうかよりもかっこいいんだよね、あの人って。なんか女受け良さそう。茜蛍はね、かっこいいんだよね、そう、生き方が。あの人突っ張ってるもんね。つぼみはもう、なんか、もう、なんつうんだろう。最近のつぼみはね、もうね、なんだろう。もう行き過ぎてるよね。なんかこの前さ、2チャンネルのスレッドでさ、あの雑誌のインタビューの茜蛍のやつで、なんかインタビューでなんかあの AV の茜つぼみちゃんのファンは、つぼみちゃんは処女だっていう噂がありますか、本当ですかっていうインタビュアーがいて、このインタビュアーもすごいなと思ったんだけど、あのつぼみの返しが すごくて、そうかもしれませんねって言ってはにかむんだよね。この返しはすごいなと思って。絶対違うからね。つぼみちゃんは処女だという噂がありますが本当ですか、そうかもしれませんね。模範解答じゃん。すごいよね。誰よりもセックスをしてるのに処女性を失わないってすごいよね。いや、そうかもしれませんね、笑っていうのは模範解答だと思うよ。プロだと思ったもん。俺にはできねえな。結構いい年だからな、もうつぼみも。あ、でもつぼみとかあそこまで行くとプロ根性感じるよね。つぼみは処女だよ。実際処女の女とやりたくないけどな。嫌じゃない？なんでその処女性がいい、処女がいいって言ってんの？俺童貞だけだと思ってんのよ。嫌なんだけど。処女とやりたいっていう願望はない。潮吹きを俺できるけど、やっぱやめてって言われるよね、やっぱりね。あのね、あの癖になるんだよ、潮吹きって。女の人だったら、まあ、また和道正解って、下ネタっていうかね、ピンクの話すると女の人から正解しかもらわないんだけど、あのおしっこ漏れやすくなるの。頻尿になるの、女の人が。バージンの何がいいんだろうね。ああ絶対嫌だよね。自分が初めての時に相手も初めて会ってほしい。ああ、だからそう、童貞の妄想なんだよ、多分。そう、それだよね。相手が変わればその人には処女だと思うの、初めてなんだから。え、でもそれは処女がいいってことでしょ？俺でも付き合った女の人に私の処女膜返してよって叫ばれたことあったよ。俺多分一生忘れないだろうな、あの感じで言われたの。私の処女膜返してよって漫画みてえだなと思った。いや、あれはパンチラインだったよね。いや、すごい、すごかったよ。なかなかな名台詞だったよ。なかなか言われないでしょ。
即答で小声で無理だわって言うと 小声でね、無理だわって。私も返してほしい。いやー、そうなの。やっぱ女の子あるあるなのかな。少女マーク返せは。女の子あるあるなのかもね。言うか言わないかの問題であって、やっぱり心に抱えてるのかもしんないよ。私も返してほしいってプリコさん言ってるってことは。みんな思ってんのかな。少女マークを返せって深すぎる。返せってなんだよ。なんで奪われた前提なんだよね。奪われたい人、ああ、なるほどね。いや、俺はそういうことじゃないよ。ちゃんとお付き合いしてた人だよ。女の子はテクニックありすぎたら何とも言えない気持ちだ。わ かる、すごい。すごいわかる。違くて？ごめん、ちょっとプリコさんのシチュエーションが思いつかないよね。初めてが人じゃない？何それ？どういうこと？何そのファンタジー？ちょっと待って待って待って、話が急に、なんか、ハリー・ポッター？何それ、自分で入れたんでしょ？ ちょっと待って待って待って、それ自分で入れてるよね。返せよじゃなくて、どういうこと？どういうこと？どういうこと？自分で破ったの、 AT フィールド。どういうこと？ものでした。あ、何、彼氏に入れられたってこと？事故？ 事故で処女膜って破れんの？もうなんか怖いわ。なんか火傷しそうで怖いわ、その話。その話、火傷しそうで怖いわ。ナス？事故って何？ 怖い怖い怖い。処女膜再生手術は需要あるでしょ。あると思うよ。絶対あるよ。なんだろうね。ディティールが知りたいよね。興味本位でセルフサービス、セルフサービスって言い方もおかしいよね。誤って AT フィールドを突破しちゃったんだ。攻めすぎたんじゃん。いったーっていう。攻めすぎたんだろう。プログ、アンビリカル、あ、え？アンビリカブルケーブル、アンビリカルケーブル。プログレッシブナイフが。ああ、へこむわな、それ。バージンの相手は自分だったんだじゃん。プップクプーだな、本当に。そういうのを総じてプップクプーって言うんだよ。プップクプーだわ。なるほど。なんだっけ、処女の理論と男の童貞の理論を2チャンネルですごくうまく表現してて、女の人は城なんだって。で、男の人は兵隊なんだって。で、だから全然意味が違くて、一度も攻め込まれたことのない城っていうのは価値があるでしょ。 一度も上洛してない城っていうのはすごいだろう。ほうと。ただ男は兵士なんだと。一回も戦場に行かなかった男は恥ずかしいだろうって。 何この説得力って。だから女は城であり、男は兵であると。そう。だから男は、戦場に行かなければいけないと。女は城を守りきらなければいけないっていう、なんかね、謎理論があって。でもね、それがね、頭から離れないんだよね。
真理だよね説得力が半端じゃない、ね、そうなるほどなって思うよね。結構そのコピペなんだけど2チャンネルでは NG ワードは、半角数字のいやよか漢字の詐欺師、はい、いやよ184があの半角数字の方ね、これです合ってます、まあ、城はねまだ守りきったんだよ自分でね城を攻めすぎちゃったパティーンだ、ね、でもまあねあんまり城を守りきるとね大変なことになるからねおつぼねさんみたいになるからねあんまりその古城には魅力がなくなってくるんだよ、うん、昔は戦地に赴く兵士の妻に低層帯つけることもあったらしいけどオーラルしまくってなのかね。いや男は不安なんじゃないの。ああとんでもねえ NG コメント来たな。ありがとうございます。笑うわ俺今までのリスナーのコメントで一番笑ったかもしんないけどこれは NG だわこれはすごい攻めたなあこれどうしよう俺なんかとんでもねえな本当にこれはでも広めたいなバズしたいけどなちょっとわかる気持ちはわかるからあ墓場まで持ってくよこの話は攻めたなあそうですか広めないでおくわあそれはねそれは処女幕返せってなるわねいやいやもうこれは言えないあのねプリコさんのね保険に関わる問題だからうんごめんあの俺も言いたいでも言いたくないあのねプリコさんと俺の関係が悪化するっていうかねもうにアンチになるね俺がこの話をしたらプリコさんはもう俺のことが大嫌いになるいやこれはすごいすごいそれは処女膜返せってなるわいやこれはね勇気いるダメ負担が重すぎるこれはダメですはいありがとう。言いたいよね。俺の心の中に留めておくよ。俺が墓場まで持っていくから安心して。二
二人だけの秘密だよ。ああ面白い、笑ったわ。なるほどね、いろんな人が世の中にはいるわ。攻めたなそれは NG コメントじゃなくていいんじゃないの、それはオープンでいいんじゃないの、いや言えないよな。いやこれそれはっきり言うよプリコさん、あのね、ひとし松本の滑らない話出れるよそのネタは、そのネタで笑いかっさらえるよプロの、いやもう楽しいよ、あー知りたくなかったなそれは、あなたのおかげでアキラッパは完全に社会的に終わったよ。なんで俺のおかげなのか説明してください。なんで俺のおかげなんですか、はい、言ってみて、なんで俺のおかげなの、どうぞ根拠を言いなさい、根拠。あーそうだよね、辛いよね、女の子同士でそういう話ってあるんだね。何でも人のせいにするのよくないと思う、なんで俺のせいでアキラッパが終わったの、社会的にバカなんじゃないの、頭空いてんじゃん。あなたのアンツの上で、はいはい消えろ消えろ、勝手にやれ、はい消えろ消えろ、くだらないわ、くだらない、あなたのアンチとかいないから世の中に、消えろ、気持ちが悪い、消えてくれ、ざま、しっしありがとう高橋さん、あざす。
ワドさんの初めては、いや、よくある話だよね。ないね。いや、予算ないです。俺の初めては、まあ普通の話だよね。なんかヤンキーのやりまんの女の子とやっただけだよね。本当に面白くもない。全然。普通の話だね。初めてのオナニーはすごいドラマティックだったけどね。初めてのオナニーはね、ホテルとかのさ、有料ビデオエロ動画みたい、動画つかエロテレビだよね。あるじゃん、ホテルとか行くと。で、そこに流れてるのを見て、で、勃起を初めてしたんだけど、なんかもう高ぶりが収まらないから、家の中で真似してみようと思って、チンコをひたすら擦り続けてたら、果てたの。そう、パントラの箱を開けたんだよ俺は。で、それが何だったかな、なんとかチャンネルっていう、スタービーチじゃなくて、なんだっけな、なんかそんな名前のチャンネルだったの。なんかそういうあるじゃん、チャンネル。で、まあ六本木に19歳の時旅立つ。それがまあ小学何年生だ、小学4年生の頃か。だから10歳の時の体験だ。9年後俺は六本木に上京するじゃん。で、彼女ができたっつって、俺の友達同級生が、彼女ができたっつって、彼女年上ですごい綺麗なんだよねって、で、六本木住んでるっつって、遊びに行こうっつって、俺も遊びに行ったの。で、飲んでて3人で、で、オナニーの話になって、今の話をしたのよ、もっと長く5分ぐらいかけてしたら、えって言って、それ私だよっていうの。そう、綺麗なお姉さんが、要は友達の彼氏が、いや、それ私だよって言って、はってなって、俺の、なんだてめえこの野郎ってなったら、ごそごそアルバムを取り出して、この頃の私でしょって言ったら、その人だった。俺、初めて性を覚えるきっかけになった人に会ったことがあるの。これすごくない？ すごくない？この話。奇跡だって思ったもん。はい、両方です。ます、いらっしゃい。ワード。で、その人、そう、綺麗な人なんだけど、めちゃめちゃ美人なんだけど、そう、整形をしてたの。で、それで友達と、じゃあ帰るわっつって帰るときに、その彼氏の方が、いや、整形してるの分かってたんだけど、ぶっちゃけさ、整形前の方が可愛いよねって言って、2人で笑ったんだよ。風邪かな？なんか鼻炎がすごい。いや、世間は狭いよ。いや、あの時のっていう感じじゃない。向こうはだからテレビだから知らないわけじゃん。だけど、俺からするとさ、ってなるわけじゃん。いや、その人だって分かってないで話してるからね。こっちは完全に。マジかよと思って。すごいよな。カオスさんの四角いリンゴ、葉月ちゃん花火ありがとう。花火ぶん投げありがとう。四角いリンゴって何？初体験は渋谷の四角いリンゴ。なんだそれ。どういうこと？渋谷の四角いリンゴ。何のことなんだろサボテンに射精したり、結構なんかすげえな。四角いリンゴってレンタルルームがあった。へえ。
でもオナニーってすればするほどダメになるよね。うん。俺、オナニーに1回の射精するオナニーに8時間かけたことがある その時のオナニーが最高傑作だったかな。それを超えたことないな、俺。すごい、それこそ映画化できる尺だよね。カットができるもん。すごかった。いや、本当なんだよ、これ。オナニーに8時間かけたことが 妄想だよ、完全に。だからもう座禅してるみたいだったもん。禅の世界だよ、あれは、完全に。いや、チンコはだから全然触ってない。ああ、いえいえ、リュウホさんありがとうございます。あ、エミネムさんだ、久しぶり。超久しぶりじゃないですか、エミネムさん。お元気ですか？ありがとね、リュウホーデスマスさん。いや、謝らないで、本当に。ありがたいっす。ありがとうございます。ありがとうございます。お久しぶりっすね。ありがとうございます。便乗花火、特命さん、ありがとうございます。あざーす。すいません。ありがとうございます。助かります。まあ、時間帯がね、噛み合わないとかもあるからね。瞑想に近いっていうか、もうその世界に完全に入り込んでたから、なんか映画みたいだったね。それこそこんな感じの教室、もう夕暮れの日差しが差してる二人っきりの教室みたいな もうこんな絵面、こんな絵柄、コントラストが強くて、だから俺変態なんだと思う、多分。こういう AV 撮りたいの、こういう絵面の さ、エヴァンゲリオンの碇シンジ君がシーソーこぐ子供のシーンみたいなのが好きなの。わかる？山崩すやつ、泣きながらこうやって 触れずに果てたことは、だからできるよ。チンコを触らないで生かされた風俗の経験もあるよ。頑張りますよ。ありがとうございます。瞑想に近いっつうか、瞑想だね、完全に。でも、その瞑想だけで、その射精することはあるんだよ。だ無精とかがそうでしょ、男の人は。無精があるってことはあるんだよ。ただ、その無理だって思い込んでるだけなの。脳のフィルター解除したらいけるんだよ。だ簡単に言うと、現実世界を妄想が凌駕するのね。妄想の方が現実になっちゃう。まあ、病気だわな。もう現実との区別がつかなくなる。だからいいセックスってシチュエーションだと思ってんの。シチュエーション。しんちゃんはアスカのパイオツ見て果てたのね。あれはいいシーンだった。俺はね、あれってメタファーなんだよ。庵野監督がすげえことやってて狂ってたんだよね、やっぱり。あれは何を意味してるかっていうと、映画の冒頭で見せられるけど、最初の5分間に。こっからの話は僕のオナニーですよっていう、監督の、そのオナニーを見せるんだよっていう、その、赤裸々に行くぞっていう誓いなんだよ、視聴者に対する。あの表現はかっこよかったよ。あれいらないシーンなんだよ、どう考えても物語に。あれは、その監督としての、その観客に対するメッセージなの。こっから、そう、いや、もう、クリエイターの明らかなメッセージを俺は受け取ったよ。あ、そういうことかって。いや、そうでしょ。だって、作り手からするとさ、どう考えても、あれは、打足っていうか、いらないシーンだもん。何にも関係ないじゃん。何にも関係ない。その映画の本編と。だけど、そのクリエイターとして、それをやらないといけなかった、その青い時期だ、青い時代だったんでしょ。庵野監督の。俺は全部ここに置いてくぞっていう、その嘘も何もしないぞっていうかさ。だから現場もすごかったらしいよ、エヴァンゲリオンって。やっぱりその現場がもうめちゃくちゃだったんだって。もうほんと人類補完計画みたいになってたらしいよ いや、わかんないよ。そう、俺が勝手にそう解釈してるだけだから、それどこに載ってるのとか言われても、そんなのないし、俺はそういうふうに受け取ったし、庵野監督は間違いなくそういう意図で作ってるっていうのを分かるの。まあ、俺の妄想ね、簡単に言ったら。庵野監督の側から考えたら、そうとしか受け取れないんだよ。
あの2チャンネルのコメントが表示された時は俺はもうぶっ壊れてんなこの人って思ったけど、あれは新しかったよね当時としては。だから金払ってる実写の映画に2チャンのコメントが出るんだよ。その後エヴァ初号機の方向だからね、うおーっつって それで世界滅ぼすんだよ。2チャンネル側があんのをぶっ壊したんだよ。 すげーと思ったもん俺。ポカーンだよね。あれはすごかった。はい、くるみさんはどうぞ。おはようございます。思いついたっていうかね、もう切羽詰まり感がすごくて、なんかね、俺あの「エヴァンゲリオン」が何で「エヴァンゲリオン」だったかっていうと、設定とかそういう女の子が可愛いとか、そこってオプションなんだよ。やっぱりね、そのクリエイターとして尖ってたんだよね、明らかに。もう尖りまくってたっていうよりも本当に暴走してたんだよね、あれ。っていうか、暴走って言葉なかったよね、エヴァが出るまで。エヴァが定着させたよね、暴走って言葉。それ以前に暴走ってあんま聞かなかったもんな。かっこいい表現だよね、暴走って。あのね、なんかね、明らかに病気なんだよね、あの作品。どう考えても。でも、そのバブルの好景気の時代の後の世代だから、そういう人たちが生きづらさを感じたからね、俺ね、オウム真理教とかエヴァとかがすげえ流行ったと思ってんの。なんかバブルの闇みたいな、その好景気社会の闇に取り残された人たちいたじゃん。あの人たちのね、なんか反撃みたいなものを感じたよ。な、置いてけぼりにされたっつうかさ、なんか世間ではね、幸せになっていくけど、俺たちはどんどん不幸になっていくっていうか。なんかそういうなんかね、心のか、なんか思春期みたいな、しこりみたいなものがすごいあってよかったんだよね。今の深夜場ないもんね。だってアンの金持ちになったし、会社もうまくいってるし、結婚もしたじゃん。もう無理だよ。あのクレイジーさがないんだよ。絵は綺麗の。女の子も可愛いの。戦闘シーンもすごい迫力なの。金かかってるの。世界で一番のアニメーションなんだよ、最先端の。でもね、アンノの幸せな感じがどうしても伝わってきちゃうんだよね。だから今の「エヴァンゲリオン」、新しい「エヴァンゲリオン」って興行成績とかすごいじゃん。だけど、あの当時アニメで見てた、リアルタイムで見てた「エヴァンゲリオン」の凄さはないよ。そう思わない？あの、なんだこれっていうかさ、何をやってんのこいつみたいな。そのぶっ壊れてんだろこいつっていうさ、なんか見ちゃいけないものを見てる感じとかないよね。ああいうものが見たい、本当に狂った人の狂った作品っていうか、すごかった。未だに尊敬してる、あれを作った庵野監督。だからその旧作のアニメを見たことない人多すぎると思ってて、もう一回見てほしいんだよ。まあ、あの時代に見ないとダメなのかな、やっぱり。あの犬神家のオマージュのテロップとかすげえかっこいいもんね。なんかウルトラマンとか仮面ライダーでもたまにそういう作品あるんだよ。この回明らかにこの和の監督すごいぞっていう作品たまに合わない。 X ファイルとかもあるんだよ。この監督やべえな、みたいな。その名前も知らない誰かなんだけど、すげえかっこいい時あるんだよ。そのアニメとかでも。やっぱね、あるんだよ。そう、なんだろうな。その歪みとか歪みみたいなものって、すごく大事なんだよ、作品で。その違和感とかさ。ないんだよね。綺麗なの、すごい。整ってる。だってあのカット割り、例えばね、全く同じものを作ってもね、カットの中とかにね、映るね、違和感とか、構成の感じとかがね、幸せ感じてるよね、絶対。それで苦しんでるのも伝わるし、もう壊せなくなってるんだよ。
庵野の凄さって、俺、庵野監督、庵野先生の凄さって破壊だと思ってるの。緻密に積み上げていくものを破壊していくんだよ、あの人。自分で。ゴジラとかもそうでしょ。エヴァもそうでしょ。終盤に向かってくるのに世界が壊れていって、最終的にその全部なくすみたいな破壊の美学なんだよ、庵野監督って。だけどね、その壊すことに喜びを感じてないと思う、今。エヴァの呪縛っていう言葉出てきたじゃん、新作で。エヴァの呪縛って。あれね、庵野監督が今って言って、もう庵野監督のポジションの言葉まんまなんだよね、エヴァの呪縛。エヴァの呪縛って主人公たちがかかるんだけど、それね、視聴者に向かって言ってるんだろうけどね、完全にお前のことだわっていう、取り憑かれてるんだよ。エヴァ作るための装置になっちゃって。まあね、ゴジラやったのよかったよ。だからね、多分なんだけど、金林さんが映画撮ったらすげえ面白いと思うよ。俺ね、やっぱりね、クリエイターは40代説、本当だと思う。クリエイターだけじゃなくて、男は40代が、本当の仕事で、本当に現場で一番最高の仕事ができるのは40代だっていう説があるんだけど。いや、破壊だよ、やっぱり。いや、めちゃめちゃ街壊してる。そこまで破壊的な内容、もう一回ゴジラ見た方がいいよ。ずーっと街壊してるよ。ちょっと待って。ゴジラ見た？ サムさん。もう一回ゴジラ見た方がいいよ。ずーっと破壊してるから。マジで言ってる。びっくりするわ。だからピークのさ、うわーっていうシーンあるじゃん。ーって、あそこがピークだよ。あそこがピークだよ。あのゴジラは、尻尾からもビーム出すところ。俺はあれを見た時に、ああ、もう天才だな、この人と思ったよね。もうやってること全部変わってないんだけど、巨神兵の、ウィーンとかさ、こうクシュ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 ク
んだけど俺、エヴァがピークだって言ってんじゃん。お前さ、人の話聞いてねえだろ。なんで人の話を聞いて俺が言ってることをなんでリフレインしてんの。否定してリフレインするって頭の中に入ってねえってことだよ。エヴァがピークだっつってんの。ああいう作品がクリエイティブだったよねっていう前提のもとでゴジラの引用してるの。なんで俺が言ったことを否定したのに俺と同じ論法なの。全く俺の話聞いてねえだろお前。バカなの、うん、もう一回タイムシフト見ろよ。恥ずかしいぞお前。ビビるわこいつ。何でも否定から入るやつ俺嫌いなんだよ、うん、否定すりゃいいと思ってるでしょ。否定したらかっこいいと思ってるでしょ。人の話を理解してないで否定するやつっていうのはバカだよ。ただあのさ、頭ごなしにさ、あの否定されてさ、そこまで言われると思わなかったよね。失礼だよお前は、うん、いや新作今作ってるよ。新作作ってる。あホームページの公表が変わった。多分2020年に合わせてくんじゃないの、オリンピックとかに。作ってるのは間違いないよ。制作チーム動いてるから。完成しないんじゃなくてまたループするんじゃないの。続きの作品やるんじゃないの。
新進エヴァやりますみたいな。ホームページ変わってるよ。間違いなく制作チームは動いてるでしょ。俺何でもそうなんだけど、否定から入るやつ本当に嫌いなんだよ。あー、いい線だね、チャムね。いい読みだと思う。青に戻るか、別になるだろうね。もう、それはね、序からね、やってたんだよ。そこはすごいいいの。要はね、もう、あれはループなのはね、もう頭で分かってるんだよ。そう、あと、その、棺桶の数が、光る、カオルくんの棺桶の数が、旧作の昔のエヴァの量産型の数なのね。で、あれってカオルくんのダミーシステムが入ってるから、あれの復元、旧世界の復元をした世界なんだよ、あれ。だから、まあ、青に戻すのか、その別の展開にするのか。うん。それは間違いないでしょ。で、多分ね、ゲンドウが、その、13号機になるだろうね。で、初号機と戦うのかどうなのか。だから初号機ば、見た目は初号機バーサス初号機になるんだよ。だから、ユイの機体と、怒りの期待になるでしょ。ああ、それはいい読みだと思うよ。いい読みだと思う。でもね、お父さんとお母さんの戦いになることは間違いないと思う。玄道とユイの戦いになるんだよ。いや、絵面的には初号機、13号機と初号機の戦いだよ。要は第一使徒が13号機に、違うな。第一使徒が13号機に入れ替わったのか。第一使徒、そうだよね。第二使徒が初号機に入れ替わってるはずだから。うん。でもなんかね、そういう設定の面白さじゃないんだよな、俺、エヴァの面白さって。やっぱ、シンジ君のぶっ壊れ方がすげえ面白かったから。あと、その、カオル君が、その、カオル君を殺したことに意味があると思ってて、シンジ君が。だから、それが世界の破滅を招く鍵の伏線になってるわけじゃん。伏線っていうか、心理的な伏線。そう。で、このまま蹴りつくのかなみたいな。どういう流れで持ってくのか。なんかその、シンジ君がね、あんまりその、やっぱりそのシンジ君がって言ってるけど、庵野がだよね。庵野監督がなんだけど、世界に対して不満持ってないんだよね。うん、だからね、俺多分なんだけど、世界を守る流れになると思う。要は、エヴァを守ろうっていう答えになるんだと思う。エヴァを守ろう。だから、世界を守ろうっていう流れになると思う。世界を壊そうじゃなくて。うん、取り戻そうとかさ、修復しようみたいな。だから、その、作品作る人が自分の心情と作品がリンクするっていうのはだんだんよく分かってきて、もう作ってる人のまんまの人生なんだよね。うん、例えばその宮崎監督のバスと飛行機ってすごいキーでしょ。バスと飛行機ってすごい重要なシーンに出てくるんだけど、飛行機は何なのかってさ、宮崎駿ってゼロ戦のパーツ作ってた、お父家がゼロ戦のパーツ作ってた会社だったんだよ。でボンボンなのね。だから飛行機好きな少年っていうの全部自分じゃん。トンボにしても。風立ちぬの、なんだっけ。これからこんなにワクワクするアニメあんのかなって思うのが、今日だから妄想代理人全部見たんだけど、本サトシの。最後の3話ぐらい見てなかったの、ずーっと。妄想代理人。なんだっけ、パラノイアエージェントだっけ。うん、あれはでもちょっと納得いかなかったけど、うん、やっぱ映画の方がいいなと思った、コンサートショー。まあ全員統合失調症の話なんだけど、ピンポンかな、最後に見て衝撃、もう超かっけーと思ったのはピンポン。やっぱり松本太陽。うん、あれは何なんだろうな。卓球をこんなかっこよく描けるんだっていう衝撃。
アクション成立するんだっていうのと、あと技法だよね。カット数がめちゃめちゃ少ない。あと、その1フレームの中にその漫画みたいに小回りがある。あれはすげえと思ったな。コミック読んでる感じでやるんだけど、しかもフラッシュの枚数なんだよね。フラッシュアニメみたいになってんの。すげえの見たなーって感じだったね。正直言うと松本太陽って絵かっこ悪いじゃん。スマイルが好きなんだ。俺はね、ペコが大好きなの。ペコが超かっこいい、やっぱり。ダサさをかっこよく。なんだろうね、松本太陽のあの絵ダサいじゃん。ダサいっつうか上手くないじゃん。でもすげえ。あ、ありがとうございます。風船ありがとうございます。エヴァと松本人志超える存在。ああ、エヴァと松本人志近いな、確かに。お笑いを終わらせた人とアニメを終わらせた人だね。いや、松本人志はね、もう最後の切り札なんだよね、今考えると。松本人志超えてないもんね。で、一個の時代が終わるんだよ。で、芸人が多分これから衰退してくんだよね。で、新しい文化ぶっ壊すっていうのは俺は生主だと思ってんの。冗談でもおごり高ぶってるわけでもなくて、本気でそう考えてんの。芸人の座を奪っていくのは生主だよなっていう。そう。俺らはだから、黎明期の芸人だって思わないとダメなんだよね。黎明期の芸人。そう。要は、後ろ指刺されてた頃の芸人なんだって。で、多分ね、次の世代の、すげえやつが出てくるんだよ。多分、第2世代とか。もう一周回って、二周回ってっていう時に。とんでもねえやつが出てくるんだよ。だから、石川紀之とか、コレコレとか、ビートたけしみたいなんでしょ。さんまとか。俺は島田紳助になりたいけどね。だからまあ、40代。俺らが40代の頃何やってるかだよね。どういう風になってるか、あと10年後。スマイルか。スマイル。セリフがかっこいいんだよな。オイラ走れる。まだまだ飛べる。あ、オイラ飛べるか。なんだっけ、あのセリフ。超かっこいいんだよな。オイラ飛べるだっけ。ヒーロー剣山、ヒーロー剣山、ヒーロー剣山。オイラ飛べるだっけな。インパルス走るとかさ。あれすげえかっこいい。あ、これか。オイラ飛べる、ピカピカ光る、ピンピン動く、インパルス走る、永久記憶不滅、反射、反応反射、音速高速、ピンピン動く、もっと速く、もっともっと速く、速く。あのシーンとあのセリフすっげえかっこよかったわ。テンポ感がいい。俺はね、一個だけ残せればいいわ。一個だけ残せればいいわ。一個だけ言いたいことあるわ。一個だけある。一個作れればそれでいいや。でも本気でやるよ。その一個は。その一個は本気でやる。あのね、壊れるまでやらないといけないんだよね。その大事な大事な何かを失うのが俺は青春だと思ってるから。その青春を、大事な何かを失わないとこじらせると思ってるの。要はね、俺のアンチになるやつってね、その大事な何かをやらなかったやつなんだよ。だからね、俺が羨ましい。それはわかる。本能的にそれを感じてるんだよ。大事な何かをやりそびれたやつなんだよ。映画撮るなら、のんちゃんはもう間違いなく、のんちゃんはメタファーで出てくると思うよ。全部出てくるよ。俺が撮るものには。俺の大事なものを全部詰め込むんだから。みんなも出てくるし、それこそ。どういう形で出るかはわかんないけど。その俺が感じたり見てきたりしたものが全部詰め込まれるわけでしょ。俺が納得いく映像なんだから。納得いく音で。
綾波みたいにはならない。なんでかっつうと、俺は綾波にその女性像を感じないの、あんまり。俺は批判的なの、実は綾波レイって。綾波レイもアスカも実は批判的なの。俺、安野のその女性像っていうのは批判的なの、うん、そのうーん、批判的。すごくあれはね、女性が見てても女性として違和感があるキャラクターだと思うよ。その女性が綾波レイを可愛いって言ってる男が気持ち悪いっていう変な嫌悪感あるでしょ、エヴァンゲリオンに対する。あれはねすごくよく理解できる。あれはね、女性がね違和感を感じてる女性像なんだよ。だからね、あれってね、そのラブドールに近いと思う。女性からすると、あの、なんつうんだろう、ラブドール、要はそのダッチワイフみたいに見えるんだよ多分。俺はあのキャラクターは批判的だね。あ、それでいいと思ってるんだけど、あれは女性を描いてない。うん、あ、ドルさんが出たらすごくいいけどね。うん、いや俺正直言うとね、ドルさんで一本映画作れると思ってるよ。ドルさんで一本映画は作れると思ってる、正直言うと。ドレさんが許可出すかどうかは別として、この演技をさせないドキュメンタリーであの人は成立すると思うよ。それはね、男の願望なんだよ。あれはだから、その女性を道具として見てるっていうか、そのなんだろう、なんか女性的ではない、すごく、うん、女性をかけてない。だから恋愛下手そうなのがよく出てる映像に、まあ、シンプルに言うと簡単だよ。俺はアスカみたいな女も綾波レイみたいな女もリアルで見たことがないんだよ。ここに尽きるだろ。綾波レイみたいな女もアスカみたいな女も現実で見たことねえんだよ、うん、だからあれはおっさんなんだよ、妄想の産物なんだよ、うん、だから部屋、男のモテない男の部屋に転がってるフィギュアと何ら変わらない。うん、いやいや、そういうことなんだよ。だから女性感で言ったら、だからチャムの言う俺が描く女性は綾波みたいになりそうだっていうのは俺のことを理解してない証拠なんだよ、うん、俺はえぐい女性描くと思うよ。女のいじらしさとかいやらしさとかすごい描くのうまいと思うよ。だから俺が映画撮ったら女性票取るだろうね、意外と、うん、意外と俺は女のディティールすごい描くと思うから。男が思ってるほど女性は綺麗ではない、うん、いや男が理想とする女はこの世に存在しない、うん、あれはだから偶像崇拝、うん、もっと女性は複雑なの。で、俺らが思ってるよりも男は繊細だし女性はたくましい、女性は強い。それが分かってる人ほどモテるよ、やっぱり、うん、モテる人はね、その変な女性に変な妄想をしてない。モテる人ほど女の人の強さを理解してるんだよ、うん、あと手のひらで転がされるぐらいがちょうどいいんだよ男は。
女の人の方が腹据わってるよ。モテない男は女がか弱いと思ってるんだ。女は強い。振られたりとか失恋した時に世界で一番好きだった人をね、一晩泣き晴らして忘れることができるんだよ。男を見てみろよ。別れた瞬間何年引っ張るよ。うじ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 、5年経っても6年経っても初恋の人忘れねえんだぞ。女は強いぞ。一晩もう号泣したら終わりだからね。世界で一番嫌いな男にすることができるんだから。あ、女の方が強いよ。あのね、じゃあチャム分かってないみたいだからもう一個教えてあげるよ。女性の方がメンヘラ丸出したけどな。違う、メンヘラじゃない女の人なんかいないんだよ、名言だろこれね。俺はメンヘラじゃない女の人を見たことがない、名言だろ。分かるわって。だから俺はおばさんから指示を受ける。メンヘラじゃない女なんかいないんだよ、分かる。そう、女性は不安定の。その通り。おばキラーっていうのをちょっとなんか言い方変えてくんない、もっと。そうです、バトツです、そうですね。そう、不マキラーみたいな。あと女のその恋とか恋愛に対する情熱みたいなのってをホラーで描きたいね俺は。あのね、女性の恋愛ってホラーでになると思ってんの。これ女の人だったら分かるって言うと思うけど男の人は分かんないの。女の人の恋心ってホラー映画に一番近い。分かるでしょ女性。男はこれ何言ってんの、和道ってなの。女の人はそれってなるでしょ。女の恋愛ってものすごくおぞましいし、分かるでしょ。俺ホラー映画にできる。俺が女性の恋愛描いてって言ったらホラー映画で行こうってやるもん。あーってわかるでしょ。そうな、成立するんだよ。そう、それを出してないだけの内面はあるの。そう、それを出すか出さないかの。活発で明るい子はいるよ。そう、男性の恋愛なんか、そう、おっぱいでかいとかお尻がいいとか可愛いとかでパコッタで終わるんだよ。3コマ目はパコッと終わりなんだよ。パコるか振られるかしかないんだよ。もっと複雑だよ、女の子は、初めて会った1コマ目から始まるんだから、ドロドロした恋愛がしたいです。わかる。4コマもいかないね。3コマで落ちるね。女の人はもう出会ったところから始まってるから、愛が憎しみに変わるんだよね。深いよね。好きであればあるほど世界で一番嫌いな男になるんだもんね。いい男がどうでもいい男に変わるんだよ。でもね、俺はね、その子供が生まれるっていうシステムがすごいと思ってて、そう、愛情を注ぐ対象が変わるんだよね。そこを描きたいよね。そう、子供はメタファーでいいから。要はね、一人の男を一生愛し続けられないように作られてる、女性は。愛の対象が変わるんだよ。無理だ。だから最高に家庭円満な家庭って、夫が妻を愛し、妻は子を愛すっていう三角関係が一番綺麗な家庭だと思ってる俺は。そう、旦那は奥さんを愛す、妻は子供を愛せばいいんだよ。
子供はね、両親を慕えばいいんだ、うん、それが綺麗な三角関係だよ。まあ理想だけどね、なかなかそういうふうにはいかない。でもね、やっぱりね、その家族を書くとか恋愛を書くっていうのは普遍的だから、100年後も多分残ってるから、うん、女性が母親になれなくなってきてるね。 SNS とか家にいながら外の世界の刺激物を家で見れるようになったから、いやもう簡単だよ、出会いの確率上がったらダメなんだよ、うん、要はね、そのフェミニストが言ってるその女性に権利を与えようっていうのはそこから来てるんだろうけど、要は女は囲い込まれてたっていう被害妄想から来てるんだよ、うん、で平和になったんだよね、うん、初見さんいらっしゃる、うん、あと本当の愛とかを書きたいね俺は。俺はね、だけどね、本当の愛と本当の恋を書きたいね。本当の恋は1個しかないんだよ。好きな人を殺すしかないんだよね、俺の中では本当の恋はね。108個ありがとう、煩悩の数ですね、ありがとうございます、ありがとう。本当に恋を完璧に書くんだったら男でも女でもどちら側でもいいけど、その相手を殺すしかないと思う、うん、時間を止める唯一の方法がある、うん、そう、それは恋バージョンで書きたいよね、やっぱり。俺はそれ以外にその永遠の100年経っても冷めない恋をする方法はそれしかないと思ってる恋と愛は全然違う、うん、で逆なんだよ。愛っていうのは俺はもう一つの答えで、うん、一番大事な、人生で突き詰めると一番大事なものって自分の命なんだよ。それを誰かに捧げることだと思ってんの、うん、もうこの2つしかないと思ってんの俺は。この2つを同時に1個の作品に入れてもいいかもしれないけど、ね、う、要は究極のエゴイズムか利他なんだよね、うん、でも愛を描いてる作品ってそういうことだと思うよ、うん、じゃあ和道はのんちゃんに捧げてるの、うん、間違いなく言えるのはのんちゃんは俺に捧げてるだろうね、うん、間違いなく断言できるのはのんちゃんは俺に捧げてるだろうね、うん、それを俺は手に取ってるよ、うん、あのね、それはだから俺のテーマだよね、永遠の、俺の永遠のテーマだよね。それはのんちゃんに対してだけじゃないんだ、うん、俺は誰に対しても何も差し出さない男なんだよそう要はね、その人のね、時間とかね、その気持ちとかをね、食い続けるモンスターなんだよ俺は、うん、それは子どもの頃からあるの、そう、一切与えない人のね、その気持ちとかね、時間を食う魔物なんだよ俺は、うん、そういう節は俺にあるんだ。人の時間を食って生きてる。極端な話ね、俺が俺として厄介なところっていうのは、極端な話ね、俺一人でも楽しいタイプなんだよ。突き詰めるとね、あの強いんだよ異常に孤独耐性が本当に強いの。だからそこが厄介なところ、自分の殻を壊せないところなんだよね。
人遊びが異常に得意なの。だどこ行ってもうまくやるんだよ。わかる。そこが俺の歪んでるところ。俺は結婚しないだろうね。結婚で何かが手に入るっていうのはもう幼少期の頃にもうそれが崩壊してんのよ、俺のプログラムの中で。その親、その両親から何かを学ぶとしたら、その結婚がうまくいかないっていう教訓はすごいの、ね。小学2年生の時に体感したわけだけど、要は自分の存在否定をされてるようなもんじゃん。親がその離婚をするとか、その要は 親子の関係を断ち切っても離れるっていうことを経験してるわけだから、 それは俺に対するアイデンティティの否定なんだよ。子供が一番その無条件に与えられるべきものの否定なわけだから、それを目の前で見せられてるわけだから、だからね、そう、普通の価値観ではないかもしれない、結婚に対しては。絶望しかない。だからそう、何かにサインしたら幸せになると思ってるのはお花畑だと思ってる。もっと難しい、もっと複雑なんだよ。男と女っていうのはそんなシンプルじゃない。人を愛するってことはもっと深い、もっと淡々としてるもんだと思う。簡単に言ったらね、すごく難しいけどすごくシンプルなんだよ。ただそばにいることだと思ってるの。もうひたすらどんな時もただひたすら、もう時間だけがそれを育めると思ってるの。それ以外ない。だからその俺がのんちゃんに仕上げられることはのんちゃんのそばにずっといることだ。その環境を作るのが俺の仕事だと思ってる。すごいエゴイストでしょ。すごい歪んでるでしょ。俺は愛を乞う人だよ。愛を乞う人。でもそれは本当に思ってるよ。だからもう旅をするんだったら、次考えてんのは、俺は旅をするんだったらのんちゃんをの生活も面倒見ながら旅をすることだよ。それだったら可能なんだよ。違うんだよ、俺らが配ってる愛って平等なんだよ。リスナーさんに愛がないわけじゃないんだよ。だからね、その 100の愛情で知られた時、一人の人に100返せないんだよ。100をね、1万人とかに分配しないといけないから。だからね、その配信者ドライに見えちゃう。俺らは1万人から100ずつもらってるから100万倍愛されてるのに、みんなにはさ 0.01 しか配られない。そういうずるいんだよ。じゃあ私の処女を返してください。病院へ行ってください。病院へ。処女膜再生手術をしよう。愛情を食らうモンスターだから俺らは。でもね、やっぱりね、その幼少期に変こじれてんだよな。だからよく言うんだけど、配信者はこじらせてるし、リスナーもこじらせてるんだよ。だからネットになんか依存してるんだよ。どっちにしろ俺らはこじらせてるんだよ。だからね、ここで議論しても何も始まらない。こじらせてないやつが世界を回してるんだよ。俺らはこじらせたんだよ、どっかで。そう、俺らはどっかで何かをこじらせたんだよ。
や、何かが足りないんだよ俺らには。その足りない何かがわからないし、あるかもしれないけど、世界を変える、人生誰でも世界を変えるチャンスって何かしらあると思ってるし、逆に言ったらね、みんながそのつまらないって言ってるようなアルバイトでも働くことでも息を吸ったニートであっても、実は世界のパーツだと思ってるの俺は。歯車なんじゃないかと思ってて、働かねえアリもいるんだよ、働くもアリもキリギリスも何でもいるんだよ。そうね、地球とかね、宇宙とかでっかいものから見たら、俺らが働くとかニートとか生活保護だとか、なんかゲイとかレズとか人を殺したとか殺してねえとかって、実はねすごい小さなことなんだよ。孤独に強いやつは何かが足りない気がする。それは正解でしょ。要はそれが社会を回してる普通って言われてる協調性であったりとか、その思いやりとかさ、要はその俺はよく言うんだけど、俺はねあんまりこういう言い方すると病気っぽくなるから抑えてるんだけど、俺人間じゃないと思ってんの子供の頃から。で普通の人のことを人間って呼んでるの俺は自分のこと人間じゃないって思うようにして生きてんので、人間はっていう言い方を子供の頃からしてたの。あ、人間はこう考えるんだとか、あ、人間ってこういう生き方をするんだって。でも俺は関係ない、人間じゃないからってでもこれを言うと病気だから、いやだからさ、人と人間を分けてん。要はその聞きたくもないことを笑顔ではいって言えるっていうのは人間の能力だと思ってんの。そう、右向け右って言って右を向けるやつは俺は人間だと思ってるの。そうだから俺は人間じゃない、だから頭おかしいなお前って言われても別にいいんだ、俺は頭おかしいんだ。プラズマか何かなのかな。だから人間世界で生きていくのはちょっと酷だよね。人間のルールはややこしいなって。あ、逆に俺が人間で、あと他が人間じゃない、なんかロボットみてえだよななんかロボットみてえだよな。俺はロボット苦手だからさ、だから人間とも言えるしロボットとも言えるし、僕の血は鉄の味がするっつってだからペコみたいな人間に憧れるんだよ。それこそピンポンのペコはめちゃめちゃかっこいいんだよね。どちらかって言ったら俺スマイルじゃん、わかる？どちらかって言ったらだよ、ペコかスマイルかの二択だったら俺スマイルだと思うの、どちらかって言うと。いやだからそれがみんな生きてるもんだよって、それで生きられるのがすごい羨ましいよ。だから、そうスマイルかペコかで言ったらスマイルな、スマイルなんだ。ペコみたいな人間にコンプレックス感じるんだよね。だからペコって金梅さんとかこうやとかあっち系じゃん、ヒカルくんとか、ねえやからいらっしゃい。どちらかっていうとそっち側じゃん。
あの辺ってニュータイプだと思うけどな。でもね、やっぱりね、ああいうやつらなんだろうな、待ってたのは。多分その常識を壊す人間を待ってるんだと思うよ、潜在的に閲覧が多いってことは。その人情味あふれるっていうかね、人情味あふれるっていうかね、違うんだよね。もっと人間的っていうか動物的って言った方がいいかもしれない。その本能で動く人を今欲しがってる気がする。そのロボットが多いから、人間が多いから、要は自分の心だけで動く人を見るとね、キラキラしてるように見えるんだと思うよ。眩しくて憧れてるんだよ。そう、欲しいんだよ、少しだけ。う、憂さが晴れるんだよ、多分ああいう人を見ると。キラキラしてて、笑って泣いて喜んで、窮屈でしょ、退屈でしょ。あの人たち窮屈とか退屈とかないでしょ。だから、そう、心がパワフルな人が好きなんだよ。俺はね、逆なんだよ。そう、明らかに闇が深いんだ。明らかなんだよ、もう。闇が深いんだ、すごく。なんかね、和道リスナーとか和道アンチョ、もう和道の放送を見る人全てにおけるものなんだけど、こじらせてるしね、なんかね、すごい深いね、深い穴が開いてるんだよ、深い闇を感じるの。深い闇を感じるの、俺は。ここのリスナーからも自分からも共通してるの。深い深いね、それはそれはね。しかも鉄の扉を何重にも張って、もうどこにあるのか分からなくなっちゃってるぐらい複雑な、もうこじらせてるってそこなんだけど、もうすごい、なんかもうガッチャガチャなの、もうぐちゃぐちゃなんだよ。 そう、何か深い闇がある、俺らには。だから、あいつら人間からすると怖いのよ。閉じ込めよう、閉じ込めようっつう。怖いよ、すごく。もっと鉄を、もっと鉄を。そう。そう。圧倒的に何かが足りないんだよ、俺ら。圧倒的にっていうか数じゃないんだよね。 すっげえ大事なパーツのネジ1個足りないみたいなさ、すごい大事な、これがないとダメだろうっていうのが1個足りないんだよ。どっか欠けてるんだよ。それが何なのか分かんないけど、なんか足んないんだよね、そのネジが。でも俺はすごく幸せだなと思うのが、俺が持ってないネジとのんちゃんが持ってないネジがちょうど噛み合うんだよね。それは幸せだと思うよ。俺とのんちゃんは明らかにネジが足りないんだよ。 大事なネジが足りない。どっかになくしたのか、最初から生まれた時から持ってないのか、それは分かんないけど、明らかに自分でも分からない足りないネジをお互いが持ってるなっていうのを感覚で分かる。ただ俺はちょっとみんなと違うのは、俺は青春であったりとか、リスクであったり、いや、だからそこだよね、俺に足りないのは危機感だよね。 そういうのは全然平気なの。行動力はある、行動力はある。そこがね、ちょっと違うところなんだよ。無駄にそれがある。出る杭を打つという行動の本質は恐怖なのか。なんか子供の頃から分かんないのが、自分のポジションを守るために蹴落とそうとか足引っ張ろうとか、そういうのはね、全然理解できないっていうか、そこに本質はないと思ってて、それをする人間が上に立てるのとは思えないんだよね、とてもじゃないけど。足を引っ張る、蹴落とすとか、引きずり合うとか、
悪口を言うとか、うん、本質的じゃない、うん、そこから何も生まれない、うん、だから自分の株を落としてることも分かんない、うん、だからそこに対する嫌悪感はすごいよ、ね、だって織田信長が足引っ張るか、豊臣秀吉が足引っ張るか、うん、足引っ張るのはまあ滅んでくよな、歴史上どんな人間も蹴落とそうとか足引っ張ろうとか、うん、俺はそういう主人公を見たことがないの、うん、あるなくない？だから人間の本質として求められてないっていうのがよくわからん、うん、明智に足引っ張られて死んだけど、だから明智を誰もリスペクトできないんでしょそうそうそう、人と打算的に付き合えるってやつは周りから見透かされてるってのはすごいいい言葉だ、 それに気づいてない愚かさがあるんだ、要はね、本質で人と向き合ったことがないんだよ、俺はあるもん。俺は人とはちゃんと向き合うからね。あとまあ残酷かもしれないんだけど、残酷かもしれないんだけど、人は助けてくれないっていうことも分かってる、そう、人は助けてくれない、その残酷さも覚えておかないといけない、そう、あーそうだよ、だからそれは強さなんだよ、その本質を分かってるんだよ、あのね、そのあんまりこういうこと言うとリスナー離れるから言っちゃいけないことかもしれないんだけど、大手配信者であればあるほど言うの、リスナーは助けてくんないよってこれ裏でよく出る話題なんだよ、大手さんから、金も出す口も出す、でも本当に困った時は誰も助けてくんねえよって、だから自分でやるんだよっていう、その根本的な強さがあるの、金も出してくれる口も出してくれる、ただ助けてはくんないんだよって、人はね、人ごめん、何が人イコールなのか分かんないけど、そうそうそう、みんな言う、リスナーは動いてくれないぞって、動くのは俺らの、それについてくるだけなんだよって、うん、すごい、そのなんつうんだろう、割り切ってみんなからするとショックかもしれないけど、そう、そんな都合のいいやついないんだよ、そう、俺らが困った時に助けてくれるやつなんかいないんだよ、そうそう、でもし本当にいたとしたらそれは本当に幸せなことなの、でもやっぱり打算的なんだ、俺もリスナーも配信者もリスナーもって言った方がいいかな、だから自分の発言とか自分の行動に責任取れるやつが強いのよ、うん、離れたきゃ離れろ、ついてくんならついてこいみたいな人多いじゃん、うん、あ、俺ら配信者はそこを勘違いしちゃいけないんだよね、それが本当の信頼関係なのよ、そこは難しいけどね、だからこそしっかり生きないといけないんだ、
難しいよね。だから鮫島さんの言葉って重いもんだよ。お前さってバカかって、お前の今金投げてるリスナーが一生お前に金投げると思うってないよね。お前が今抱えてる閲覧が一生ずっとお前が死ぬまで見てくれると思ってんのって思わないよね。それは俺の心の良さ、要はお前の甘えじゃねえのって、和道の甘えじゃねえのって、面白かったら見るし、つまんなかったら見ねえ、それがリスナーだよ、俺らは面白いことやるんだよって。俺はその鮫島論はすごい正しいと思ってるの。それはリスナーを大事にするとか信じるとかじゃなくて、俺らの役割は何なのか考えろよっていう。そう、リスナーは面白かったら見るし金も投げるんだよ、つまんないやつについていくわけねえだろって。それはかっこいいなと思ったよ普通に。それが俺らの仕事っつうか役割っつうか、だからつまんなかったら滅びる、面白かったら栄える。すごくシンプル、ただそれだけなんだ。だからもうそのだん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 その分かってくるんだよね、最初見えなかったものが、最初見えなかったものが分かってくる。リスナーさんを大事にするっていうことがどういうことなのかとかさ、そのリスナーさんを大切にするっていうことが、じゃあコメントを正しく全部拾うことがいいことなのかも違うし、そのリスナーさんに一件一件 DM 返すことがいいことなのか違うんだよね。そうじゃないっていうか、いいね、オルタナさんのサムネいいね、気づかなかったわ。個別の11人だ。金ちゃんがいなくなってから若手まだまだだな、すごく思う。なかなか配信会は世代交代できないね。まあそれがよくわかんねえけど、俺はねはっきり言ってね、世の言ってることはよくわかんない、全然なんか的外れだと思ってるから。俺ははっきり言って世の言ってることは全然理解できない、よくわかんない。なんかその金梅さんみたいな配信者、金梅さんに憧れてる人はいるけど、金梅さんがやってることを二番線上やって何が面白いんだと思ってるから。ああ、もう誰かのためになんか絶対嘘だよ、俺自分のためにしか生きてないもん。俺は信じないね、誰かのためにとか絶対嘘。人間はそんな人間いないよ。俺は自分のために生きてるよ、少なくとも自分のためと自分が大事なもののためだよね。そう、それ以外は全員関係ない。それは俺は嘘だと思う。俺は自分と自分の大切に思ってる人のために生きてるから。それは嘘だよ。そんなできた人間なんていねえよ。逆に拝んでみたいもん、そんな人間がいるなら。他人のためにだけしか行けませんって、いねえよ。まずその動物を食えないだろうね、食うっていうことを否定するだろうね、裏切らない唯一の保証がある人間は俺は自分しかいないと思ってるから、その他人を当てにするのはダメなのよ。でも唯一裏切らないやつがいる可能性があるとしたら俺は自分だけだと思ってるの。親ですら裏切ると思ってるから、その自分以外の人間を信じるっていうことは不可能だと思ってるの。だから自分のやることには俺は絶対的な自信があるのね。自分は裏切らないっていう、そう、裏切る時もあるんだけど、それは自分でコントロールできるから、
だからまず他人を信じる前に自分を信じないと無理だと思ってる。根本的に。他人を信じるイコール他人に依存するってことだから。まあ、少なくとも配信者には向いてないよね。少なくとも個人事業も社長も向いてない。部下にするなら最も優秀な部下になるかもしれないけど。俺はね、でもね、いつも言うんだけど、何をやるとかどうでもよくて、どこでやるとかいつやるとかもどうでもよくて、極端な話、誰かとやるかっていうのを見つけられた人間は、本当に強いと思ってる。こいつだっていうやつがいたら、人生めちゃめちゃ楽しくなるし、仕事も回るし、遊びも回ると思ってんの。それが本当人間だと思ってんのね。お互いにこいつだっていう。別に同じことじゃなくていいのよ。こいつのために何かやりたいっていうのがあったら、それは幸せなんだよね。それは仕事になる。唯一、その自分のやりたい仕事ができるの、そこしかない。こいつ面白えなっていう。こいつと何かやりたいなって。俺は理想だと思ってなくて、現実の方法論として思ってるよ。結局は人なんだよ。そう。結局は人なんだけど、そこに対するアプローチを根本を間違えるなよっていうことよ。他人に依存することと、そう、こいつと仕事をやるっていうことは違うのよ、根本的に。要はね、自分の豊かさを手に入れるのは自分しかいないの。だけど、結局ね、相方がいないと話にならないのよ。ドラマが起こらない。だから自分のことを自分で型がつけられるようになって、初めて対等に人と話せるっていうことよ。要はね、利害なく付き合えるやつが俺は友達だと思ってんの。そう、いなきゃ一人でやるしかない。そう、利害が完璧にない状態でそいつといて楽しかったら、俺はそいつは本望だと思ってんの。で、俺は友達が多ければ多いほどいいなんていうのはクソみたいな発想だと思ってんの。友達なんか1人か2人でいいんだよ。本当にこいつだって思えるやつは1人か2人でいいんだよ。そう、友達増やそうとか。もうくだらねえんだよ。そんなに友達が多いって薄っぺらい付き合いしかしてねえんだよ。証拠なんだよ。本当に何でも話せるやつは1人か2人いりゃいいんだよ。友達多いやつは俺は信用できないね。本当にやべえ友達が一人いればそれでいいんだよ。本当に何でも話す。お互い認め合えて。友達が多いのは、俺は微妙だね。友達なんか減らした方がいいと思ってるから。友達が多いやつは信用できない。八方美人でしょ。低血糖落とした。頭クラ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 すんな、本当に。うるせえよバーが。お前本当偉そうだよな。お前が俺に何かしたか。なんでお前が俺に偉そうに物言えんのか、俺は前から疑問だったよ。なんでお前俺に偉そうに物事言える立場なのか俺にはよくわかんねえわ。こたつがよいさんいらっしゃい、若津。友達多いやつ1対1で遊ぶとわかるよ。
俺はね、前々からね、ヨガね、なんで俺に上から物を言える立場なんかね、別に言っても構わねえんだけど、俺も言い返すから、言い返すことにしたから。俺はね、こいつが俺に偉そうに物事語るときにね、なんかイラッとすんだよ。なんで俺こんなやつに卑屈だとか言われないといけないんだ。ハピネスさんはどっち？どんな権利があってこいつに俺は卑屈だって言われないといけないんだろうね。すごい惨めだよ。なんか勘違いしてんじゃねえの。アイテム投げてないでしょ。別にアイテム投げて、なんか別に何でも言っていいとも思ってないけどね。投げてえから投げてんだから。すげえか。俺にアイテム投げるのが喜びなんだよ。トイレ行ってくるわ。
うんこしてたら閲覧30人増えてるな。なんだ。どういうこと？時代は変わったな。うん。ドルさん終わったんだ。人間ってほんとめんどくさいな。一人が楽でいいわ。おかえり。でもね、めんどくさい中に美学があると思うよ。めんどくさいのも実はいいんだよね。うん。おはよう、まやちゃん。めんどくさいのもなかなかいいぜ。うん、今度退屈が襲ってくるからね。いや、俺は結構めんどくさいの好きだよ。うん、好きじゃないけど、嫌いだけど、めんどくさい相手がいるっていうのも幸せなことだなと思うかな。大体大事なものはめんどくさい。そして人間関係のほとんどはめんどくさい。人間関係めんどくさいって思うことありますよね。一人の方が楽だなって感じること多々あります。それっておかしいことですかね。人間関係は大体めんどくさいっすよ。普通だと思います。一人が楽と言うと変わってると言われることがあったんだよ。
なるほど。なるほど。お前は本当にこれ以上閲覧伸びねえよ。つまんねえからだよ。見に来んな。消えろ。消えろ消えろ。てめえみたいなクズに見せるために俺配信やってるわけじゃねえわ。消えろ。二度と来んな。じゃあな。お前が死んでも俺悲しくねえから。お前とすれ違うこと二度とねえから。一回も会ったことねえし。マヨネーズ？なんだそれ。消えろ消えろ。俺おめえみたいなクズ大嫌いだから。お前が死のうが苦しもうが、うだつが上がらのうが、なんだろうが、俺には関係ねえから。じゃあな、消えろ。誰も求めてねえから。お前生きてる価値あんの？ねえだろうな。わざわざ人の枠に来て文句言うぐらいだもんな。一生誰かの金魚の糞になって、すげえすげえ、何々さんすげえっすね、何々さんすげえっつって自分の力だと思って勘違いして生きてろよ。てめえが何かやったことあんのか？てめえが何かやったことあんのか？てめえのやった功績で語ってくれよ。俺お前どこの誰かも知んねえわ。俺にとってお前は何の関係もない人生なの。消えろ。一生関わることもないだろうし、会うこともないだろうし、もし会ったとしても俺はお前のこと誰だか分かんねえから。じゃあな。邪魔。
風邪っていうかね、鼻炎っぽいんだよね、ちょっとね。すげえ鼻炎っぽくて。アレルギー、最近鼻呼吸すごいできるようになってたんだけど、風邪かな？鼻炎、なんかすごいね、今日。なんか、久々にグズグズになって。最近調子良かったのにな。今日調子悪いわ。鼻かんでばっかりなかんね。で、ずーっとムズムズしてるから。花粉症なのかな？なんか今日はちょっとおかしい。花粉かな？花粉か風邪か。ちょっと調子悪いっすね。長引く方っていうか、もともと慢性鼻炎でさ、ずーっと、そう、鼻が詰まってる状態だったから。最近治ってきてたんだけど。おはよう、まるさん。つらいね。つらいっつうか、イライラするよね。イライラする。まるさん、おはよう。バカありがとう。おはよハウスダストアレルギーも超敏感だよ。ハウスダストアレルギー持ってるよ。人よりすごい敏感。ハウスアレルギー持ってるよ、俺。とにかく鼻とかアレルギーに関してはバカ。いやもう、わかんねえ、俺も。もう、調子が悪くなったらダメだから。とにかくもう、人の何十倍とアレルギーだから。これしょうがない、子供の頃からだから。きつい。トゥーさんありがとう、バカ。今日はきついな。タバコ2箱吸っちゃったよ。今鼻完全、いや完全封鎖じゃなくて、だら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 垂れてきて、かゆいっつうか、ツーンと鼻水が垂れてくる感じで。いや、むず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 するっていうか、左の鼻が。鼻水垂れてくるっていうか、洗いたいよ、もうガバッて開けて洗いたいもんね。メンテナンスしたいわ。ジャーって目玉とか洗いたい、ゴロ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 。バラせたらいいのに。掃除機で吸いたい。顔面開けて。いや、超すっきりするでしょ。体バラしたいよね、メンテナンスしたいよね。
薬ないね。病院嫌いなんだよね。台風どうなんだろう、直撃なのかな。鼻炎薬はね、すごい強いから、あんま使っちゃダメなの、あれ。鼻炎が余計ひどくなるの、あ、市販で売ってるやつは。病院が勧めないぐらい、医者が。あれもう常習化しますよって。アラミストっていうやつ、これがいいんだけどね。賞味期限とかあんのかな。固まってんな。固まってるな。ダメだな。捨てないと。カッチカチだわ。ドロッドロ。あ、やばいこれ。これはやばい。酸化してる。アラミストはいいんだけどね。捨てよう。ベンザとか効くんだ。なんか薬が嫌いなんだよね。冬になると、あ、鼻血はないかな。子供の頃鼻血あったけど。だから大人の鼻血ってやばいらしいよね。たまにボターって出ると大丈夫かなってなるもんね。大人の鼻血はあんま良くないらしいよ。のんちゃん寝てるよ。鼻血は大人になったからの鼻血は良くない。子供は良くなるけど。子供って意味ね。子供ってやたら鼻血出してなかった。うん、なんかしょっちゅう鼻血出してたよ。何でもないのに鼻血出てたもん。俺だけかな。いなかった？鼻血ばっかり出してる子供。ずーっと鼻、あ、遮光器とか。わあ、ダイエットきついなあ。もう腹の調子が悪い。うんこくせえし。やっぱね、炭水化物取らなくなると、うんこくせえんだわ、ケトン体が出て。マジでケトン体のうんこくせえよ。もう、うんこが臭くて、ほんとトラウマなんだけど。
おはよう、アクアさん。このまったりした同じ空間にいる人たちってなんかすごい。いやー、喋らない方が閲覧多いかんね。監視してるんだよ、監視。そう、ケツ毛もすごいから。しかも今、切れ痔になっちゃったの。切れ痔とケツ毛がジャングルはもう相性最悪だよ。うんこくせえし。おはよう。ウォシュレットは俺の家にはないね。大変だよ。コインランドリーだね、俺は。脱毛クリームを肛門に塗るの。やばくない？それ。大丈夫かな？ルシさん、おはよう。おはようございます。風船10個ありがとう。乾かすの扇風機なの？なんで干さないの、外に。俺はコインランドリーで、バスタオルとかだけ乾燥機入れて、T シャツとか部屋干しをね、勝手に乾くね。うんこついて破れてるとか嫌じゃん。いや、まあ、こうもオーラインを脱毛したよ。あ、雨で乾かねえのか。何？抜いてあげようか。うんこ拭いてくれんの？え、何？違う。抜いてあげようか。え、何？手こきしてくれんの？違え、何？抜いてあげようかって。う。何？毛抜いてあげようか。お尻の毛抜いてくれんの？それ配信回すか。じゃあ、のんちゃんにお尻の毛を抜いてもらう配信やろうか、今度。いや、定点カメラの俺の顔だけで、のんちゃんがひたすら俺の、ピンセットで俺のお尻の毛を抜くっていう配信は、多分閲覧1000いくと思うよ。まあ、バンになるけど。 うん。抜いてもらおうかな。いや、多分地獄でしょ。なんか、映画の拷問シーンみたいになるでしょ。あーみたいな。ないや、バンにならないのかな、それって。どうなんだろう、規約ギリギリ。 一生ものだよね。のんちゃんにお尻の毛を抜いてもらう。それはフィルムに収めたいな、俺は。やっぱ配信者として。顔だけでもバンでしょ。それは興奮するな、いろいろと。俺は、ニコ生でやる？それ。
ニコ生だったらバンになったもん、全然平気だからな。キャスでやろうか。キャスでやる？お尻の肛門を抜く配信。俺キャスに対して恨み半端じゃねえから。そうだね。うん、俺は全然平気だけど、そう、彼女に多分俺フル勃起しちゃうと思うけどね。その彼女にお尻の穴を見られながら、彼女にお尻の毛を一本一本抜かれるっていうのは、うん、アダならいけんのかな。それは伝説。それは伝説だよな。それは面白いな。うん、血芸を抜く配信。すごいプレイだよね。もうカオスだよね、本当に。うん、アートだって言い張ればなんとかならないかな。どこまでがねえねえ、そのなんだろうヌードが芸術だって言い張ると OK だったりするじゃん。あれ何なんだろうね。いや、めちゃめちゃ痛いでしょ、血芸。なんだよ、毛って最初に抜くときが痛くて、抜け慣れみたいなのがあんの。女の人はわかると思うんだけど、その毛って抜いていくとね、抜けやすくなるのよ、後半。痛覚がなくなってくんだろうね、多分。最初は痛いんだよ。ニコ生、下着を水着で OK だったの何だったんだろう。いや、だからルールがよくわかんないよね。俺、ツイキャスで一番わかんないの、タバコ、過度なタバコを吸うとバンになるっていう、それ全然意味が分かんないんだけど。何それって思わない？過度なタバコの使用。じゃあなんで酒はいいんだよ。なんか経営者のなんか勝手ななんか思想が入り込んでる気がするんだよ。タバコ吸って何が悪いんだよ。俺ね、長生きしてね、タバコ体に悪いって言ってね、全員嘲笑ってやろうと思ってんだよね。タバコをやめたやつはみんな死んだっつって。俺は配信で言い残す言葉それだよ、おじいちゃんになって。ああ、タバコをやめたやつはみんな死んだよって。すごいかっこよくない？な、タバコは体にいいだろう、金かけてっからよっつって。俺は本気でタバコは体にマジで健康にいいと思ってるからね。ストレスが人を殺すんだよ。腹減ったな。ぶっちゃけ迷惑なの酒の方じゃね。だってさ、タバコ吸いすぎて人を殴ったとか聞いたことないもんね。なんかタバコを吸いすぎて何、道端で寝ちゃったとかも聞いたことないし。いや、タバコとコーヒーは体に絶対いいよ。うん、確信がある、俺も。うん、なんだろう、タバコを吸いすぎて知らない男に抱かれたとかも聞いたことないし、朝知らない男の隣に寝てたとか聞いたことないでしょ。どう考えても酒の方が悪いよね。うん、酒なんか本当にさ、人生は狂うしさ、うん、いや、タバコ吸いすぎちゃったんすよって言ってみたいもん、俺。人殴った時の言い訳で、なんでこんなことしたのって。いや、ちょっとスイスこれねって、あーしょうがないねってなんないじゃん。タバコ吸いすぎてその人に害を与えるって、臭いとか煙とかもう分かるよ。うん、タバコやめたっていう人の方ががんになったっていう人多いみたい。タバコをやめるストレスの方が悪いのかも。俺もそう思う。
タバコはしかもその体にいいと思ってるから俺は本気で。いやいやいや、本違う違う、面白いこと受けを狙ってるわけじゃなくて、その酒の方が悪いでしょって普通に思うのだって酒飲みってさ、なんかもう悪い男とか悪い人の代名詞じゃん酒飲みって。タバコを吸う人は自殺者少ないらしい。へえ。やゆけんさんおはようございます。なんかそのタバコが悪いって、その臭いとかわかるよ、吸わない人からしたら臭いよ、うん、それは認める。煙いよ、それも認める。でもね、その何、人口分布図とか見ててもさ、タバコ吸いまくってた世代が今長生きなんだよ。で、うん、いや俺は事実を淡々と言ってる感じなんだけどね、普通のことじゃない。タバコで人生おかしくなったっていうエピソード聞いたことがないんだよね。でよく言うのはさ、タバコお前1年お前1日何本吸うの、あ1年1ヶ月1万5000円か、1年に換算するとよ、お前よ、サブロク18だから18万円使ってんだよ。お前さ10年タバコ吸ったら180万使ってんだよ、どう思う。いやどうも思わないけどお前じゃあ酒にいくら使ってんだよ、じゃあお前缶コーヒー代にいくら使ってんだよ、お前ガソリン代にいくら、俺車乗らねえけどお前ガソリンいっぱい使ってるだろうって1ヶ月お前いくら使うんだよ、2万つって、俺より使ってんじゃねえかよって、電車乗れこの野郎って言われたら腹立つだろうって、ね、なんでお前に俺の生き方指図されねえといけねえんだよってなるでしょ。うん、あ、タバコ吸う人の男の体臭が好き、変態かな、だからタバコのフレーバーってやつだよね、それが宇多田ヒカルに言わせるとタバコのフレーバーってやつだよタバコミニケーションもあるし、なんだろう、いやその禁煙家の人が間違ってないこともあるんだよ、その煙です臭いですって、ただ健康に悪いは絶対嘘だと思ってんの、医学的なエビデンスあんのかね、うん、よくわかんねえよな。だからそのタバコが体に悪いっていうその画期的な証拠を見たいんだよ、うん、証拠が出てない気がするんだよね。本当にタバコが悪いんだね、やめちまえよ、違法化しろよと思うんだよね、あと日本人の国民のこと考えてるのは政治家やめ、ちゃんとタバコをもう禁止しろよって思わない、うん、俺タバコよりもさ、あの砂糖の方がやばいと思ってるよ。だってさ、一日の砂糖の摂取量どれくらいだっけ、いや真っ黒だよ、それタバコ煙吸ってんだから、うん、真っ黒になるに決まってるじゃん。で真っ黒になったらどうなるってイメージでしょでしょ、真っ黒になったらどうなるのか教えてくれよっていう。まあ妊婦は控えた方がいいかもしれないけど、だってその1日の摂取量22g から 27g って書いてあるの糖質ね。で砂糖、コカ・コーラ、コーラの糖分ってどれくらいあるか見てみようか、 25g でしょ、絶対オーバーしてるじゃん。コーラの糖分見てみようか、 25g か、コーラ1本で 9g 入ってるわけでしょコーラ3本飲んだらもうオーバーするんか、やばいね。
ああ。いや、砂糖は、砂糖の方がドラッグでしょ。いや、砂糖はドラッグだよ。あ、缶で 39g 入ってるって。 9g 嘘だね。あ、わかった、さっきの嘘だ。 100ml で 9g だ。 500ml で 39g って書いてあるから、コーラ1本飲んだらもう1日の糖分摂取量オーバー。あ、まあよくないだろうね。まあ糖分取りすぎだな、これは太るわな、現代人。よくよく考えると砂糖取りすぎだよな、そりゃデブるわ。そりゃ太るわ。コカ・コーラってやばいな。え、ボウフラ退治に便利なんだ。いや、それ思うんだよ。あのね、ゴキブリが食べるとか、ネズミが食うものって、野生の動物が好きなわけじゃん。だけど、野生の動物が食わないものを人間が食うって危ないよね、やっぱり。俺は本気でそう思ってて。あ、だからね、まあ、自炊するとわかるよね。自炊大事だよ。お母さんはご飯作ってあげてね、子供に。一生の思い出になるよ。狂った味覚は治らないから。お母さん見てる？ほんと大変だと思うけど、わかるけど、お母さん気持ちは。手料理作ってあげて。ほんとに。それは子供の一生の思い出になるから。ね、お母さんがいっぱい見てると思うけど、子供は忘れないよ。グレてババアって言われるけど、途中で。それは しょうがないから。30過ぎても40過ぎても、お母さんの料理は一生残るよ。おふくろの味は一生忘れないんだよ。おふくろの味っつうか、だからばあちゃんの味だよね。いや、ばあちゃんはほら、料理屋ずっとやってたから、店切り盛りしてたから、だからほら、もつ煮込みとかさ、なかった頃に沖縄から持ってきて、ずっと古くから千葉でやってたりとかしたから、そう、でっかい鍋にさ、ボーンって置いといて、こうすくってはかね、その場で売るみたいな。もつ煮がうまい店で有名だったらしいよ、ばあちゃんの店は。いや、まあ、お母さん、だから結婚した時はすげえ料理うまかったんだけど、作らなくなるとダメになるのよ、女の人って。だからもう全然ダメになっちゃった、母ちゃんは。もうなんかひどい。いや、だからうちは料理人の味だったんだよ、家庭料理。だからもう、そう、今日食べてきなとか友達って言うでしょ、ビビるくらいなの。そう、友達とかが「えっ？」って、「お前の家の料理うまくね？」みたいな。ああ、ばあちゃんうまいわ、っつって。いや、マジで？っつって。いや、ばあちゃんうまいよ、っつって。いや、もつ煮って難しいのよ。しかも、ばあちゃんとか豚を屠殺して、その、下ごしらえもちゃんとできるぐらいの、そう、本当の沖縄の与那国島でやってたから、そう、なんつうの、処理、血抜きとかも全部できるぐらいだから、要は、もつ煮が臭い人って、茹でが足りないのよ、ばあちゃんからすると。2回、要は塩で揉んで漬け込んでアク抜きしてって2回やるのよ。そうすると臭みが一切なくて、トロットロのうまいもつ煮込みができるんだって。今はね、そのセブンイレブンとかでももつ煮ちゃんと食えるようになってるから、わからないかもしれないけど、だからまあね、そのもつ煮がまずい店って結構あったんだよ、昔。
いや、豚を屠殺するのとかも知ってるのよ、全部。だ、豚を潰す話とかも聞いてんのよ、幼少の頃に。豚を潰すっていう表現がすごいでしょ。あ、豚を潰す話ねって言って。いや、生主やるべきなんだよね、ばあちゃん。これね、本気で思ってんだけど、俺ね、ばあちゃんが死ぬ前に、その沖縄の戦争を取りに行きたいの。もう生主や、ねえ、あのね、もう貴重な経験なんだよ。その本当の侵略された被害者側のさ、沖縄の生の声って聞いてみたくない？あのね、沖縄のね、配信者にやってもらいたいの。おばあもういなくなるぞ。戦争の経験してる人いなくなるんだよ、本当に。本当のリアルな生な被害の声録画した方がいいよ、マジで。俺はね、本気で、それ、資料としてやるべきだと思ってんの。もう最後だから。いよいよ戦争わかんなくなるぞ。本当に、貴重資料だよ。もうばあちゃんとか、その、戦争被害受けた人の話、リアリティが半端じゃないのよ。いや、集団自決もそうだし、その、どんな目にあったのかっていうのを、特に東京の人とか関東の人わかんないから、北海道とか山形とかもピンとこないでしょ。あのね、沖縄で何が起こったのかね、本当に聞いた方がいいよ。多分ね、涙止まんないと思うよ。今日の選挙の後は数年後戦争になるからだ。どうなるんだろうね。ひめゆりの塔行った、テルと行った。配信、その、塔の前までつけてて。で、今から入るわ、つって。行ったけど、修学旅行、ちなみに沖縄じゃんかって行ってないけど、その戦争の資料館、結構いろんなところ行ったんだけど、はっきり言うよ。はっきり言うよ。これは俺の感想だから、沖縄の人怒らないでね。はっきり言うよ。事実は事実なんだけど、ちょっと左に寄りすぎ。あの施設は。行くべきだと思う。あそこだけじゃなくて全部行くべきなんだろうけど、ちょっと左に寄りすぎ。あれは、そんな感じがした。いかに日本兵が悪かったでしょっていうのに寄ってる気がする。中立的な資料館ではなかった。それが俺の感想。別に俺は右翼でも左翼でもないけど、左の匂いがした。ナンクルナイサーっていうのは何でかっつったら、なんかが起こってた国だからだよ。侵略され続けたから何でもないよって言い続けたんだよ、彼らは。命の大切さ分かってんだよ。こんなこと何でもないさって言って生きてきたんだよ、沖縄の人は。琉球はずっと侵略され続けて、ずっと戦争が起こってた。悲劇の国なんだから、あんな美しい国なのに。俺は沖縄大好きだよ。戦争は市民を狙うから軍も放っておかないよね。いや、でもね、日本兵が悪い、アメリカ兵が悪いってあるかもしんないけど、正直言うとね、地質学的なものもあると思うの。もう戦争だから全部悪いんだけど、難しいよ、あそこは。一概には語れないよね。いや、軍の拠点なんだよ、もう全ての。あんなに美しい島なのに。地質学的に難しいの。中国も台湾も 日本もね、あそこを抑えたらさ、牽制ができるわけでしょ。だから沖縄が中国になってたらやばかったと思うよ。今、北朝鮮との問題どころじゃなかったと思うよ。あ、それは沖縄の悲劇でもあるんだけど、ちょっと俺はばあちゃんの、沖縄で何が起こったのかっていう一声ね、いろんな人の声、中立に取りたいからあるんだけど、沖縄行った時にそういう配信するべきだったな。おばあいねえって、戦争の話聞かせてくれるおばあいねえかっつって。どうもすいません。その説はどうも。いいじゃねえかよ。沖縄の末裔と島津の末裔がくっついた平和の世の中になったんだから。いいじゃねえかよ、それもそれで。
どうもすいません。それが平和ってやつじゃねえのか。でもあの時ってさ、その島津が取ったけど、中国と島津の二重だったんだよな、あの時って。琉球王国ってだ、その文化的に残ってる琉球の首里城とか見ると分かるけど、中国の建物の作りなんだよな、実を言うと。琉球文化って台湾とか中国の影響の方が強いんだよね。戦争は通貨発行権を奪う金目的だから意味ないんだよね。いや、まあまあそうだけど、だから結局その金と金を抑えるのがね、あれだからね。要はドルを売りたい、ドルを売りたいっていうか、ドルを使ってほしい。だから頭いいんだよ、あいつらは。そう。だからね、ユダヤ人がずっとやってたことじゃん。政治も任せる。ね。好きにやっていい。イデオロギーも宗教も好きにやっていい。ただ通貨発行権だけは渡さないよっていう。だからビットコインはうまくいくわけないっつってんのよ。そう。そう、歴史を見たらわかるんだよ。通貨発行権を握ったのは滅ぼされてるんだよ。だからその世界通貨みたいなことにはなり得ない。その俺はそういうふうに読んでる。一商品でしかない、ね、なったとしても。それが俺の読みな。世界の基軸通貨になんかなり得ない。そんなのはロスチャイルドがとっくにやってるよ。戦争が起こるよ、本気でやったら。そのなんだっけ、パナマ文書だっけのジャーナリスト殺されたじゃん。爆発、最近殺されたよね。まあ、それは殺されるわなってなるわな。今頃になって爆破されたよ。だから、金を追っかけるとか、その世界の秘密暴くっていうのは殺されるんだよ。007の世界だよな。はい、ということで、皆さんお疲れ様でした。ちょっと寝れないからやった枠が、悶々と4時間やってしまいました。鼻がぐずぐずで申し訳ございませんでした。たくさんアイテムありがとうございます。今から寝ます。今日12時間以上トータルやったな。疲れました。ゆっくり寝ます。お疲れ様です。お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。